皆さんこんばんは。お待たせしました。今月も始まりましたサマナーズを公式ニコ生第2部。みんなお待たせ、コメント見えてるよ。はい、ということでね、今回進行させていただきます、百花りょうらんです。お願いします。お願いします。そしてはい、アシスタント MC やらせていただきます、みなゆいこと、みなかたゆいです。よろしくお願いします。そしてなんとかワリーナアカに残れました翔徳です。今日もよろしくお願いいたします。そしてはい、カニです。3キロ走って4キロ太りました。はい、ありがとうございます。綺麗なリバウンド。そうです、ありがとうございます。俺のスマホがボーンいって俺のスマホがしてシュッコーンって。はい、カニさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、はい、土の子です。今月もよろしくお願いします。そう、あ、確かに、そう、ね、ちょっとヒゲが濃いな。あのサマナーズウォーラボで研究員っぽくやってますけど、今日はね、もう夏ということでもうラフな感じで、クールビズ、はい、クールビズやっております。ではサマナーズウォーラボは後半戦はですね、まあ、研究機関と題しましてですね、攻略情報とかお役立ち情報などなどお伝えしているんですが、ちょっと先に皆さんにねお伝えしなければならないことがございます。なんだなんだ。番組内容が一部変わっています。聞いてないよ。待ってます。って聞いてないのはみんな一緒なの。僕みんな一緒なの。演者しかり、スタッフさんしかり、みんな知らなかったの。だからしょうがないの、これは。しょうがない、はい、生放送だからね、いろんなことがあるんです。なんでね、なんだってノリがいいな君は、はい、ありがとうございます。でも、まあ、いろいろ内容変わってますけども、それでも楽しくやっていきますので、皆さん最後までお付き合いください。じゃあ、やいのやいの言っておりますが、まあね、前回はサマナフェスで大暴れしましたけども、ね、覚えてますでしょうか、いろんな出来事があった。楽しかったですね。ただただ晒し上げられた。ただ晒し上げされた。ただのかませ犬で終わった。かませ犬を噛まないで。かませ犬で噛まないで。それだけは言わせて。それだけは、うん、びっくりした今。前回 MSSP とかも、ね、一緒に。あ、そうだね。ありましたね。大盛り上がりで楽しい。彼らは今元気にしてるんでしょうか。いや、元気にガチャしてるんじゃないですか。じゃあやっていきます。ガチャの話出たとこで、おっと、いつものいつものあの企画、これでね、うまくいけば番組もいい雰囲気になるけども、ちょっと変なことだったらずっとその空気引きずる、あの企画。なんか出たら出たで、あの攻められるっていう、ちょっと微妙な感じ。まあ楽しいですけど、ね、出した男はね、ちょっとねビビってますけど、ビビって、おー、終始顔に焼けるからね。だとね、じゃあやっていきましょう。今回も、ね、はい、サマナーズウォーラボ、一発目の企画は冒頭ガチャ。ありがたい、待ってました。そろそろ当てて、冒頭がね、暴れるに投げるの感じ変化にならないように気をつけていきたいんですけども、まあ、今までね、ガチャ引いて当てた人がボックスのね、表紙を飾るパターンだったけども、ちょっと今回、今回のボックス、ちょっとなかなか痛い。あら、じゃじゃーん、あら、かわいい、一番出来がいい、サマナ感が、サマナ、一番サマナしてる、サマナ感、サマナ、だいたいここにはね、グロ画像がそうね、グロ画像、そう、さっきドラゴン出た方、おめでとうございます。おめでとうございます、ね、これ前回ドラゴタンがね、ガチャ引くことになったから、この表紙になってますけど、順号2体も出したからね、ドラゴタンが。放送中、結局、ね、3体、そう、3体、前回ね、すごい、勢いがとんでもないことになってましたけども、はい、じゃあ皆さんも一緒になんかガチャ引いていってね、出たら教えてください。はい、じゃあみなゆいちゃんに今回引いてもらえますか。お、引きますか。はい、いいですね。お、多分中の紙そんな動いてない。スススススなって、はい、端っこの方に丸まったやつがあるんやろな。いいですか、引いちゃって。引いてください。いきます。丸めた紙がないっつって、カモン。お、あれだ。お、カニさん、おカニさん、おめでとうございます。ありがとうございます。順号いただきだぜ。ありがとうございます。かぶれかぶれ、餌を最近かぶりしかね、贈呈です。お、あ、こちらも贈呈だ。じゃてーん、ありがとうございます。いただきました。今日試しに一回チラッとこう画面にこうコードを映してみて
危ない。これがさっきカメラで撮りましょうか。誰か拾ってくれてる、ね、読み込めるかどうか確認しないとね。そう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 、うん、まあ、ちなみに今日僕あのアップデート記念ということで100-200連弱かな回して、まあ、盛大に爆死しておりますので。 おめでとう。爆死しないとだって将軍じゃないよ。確かに爆死してなんローランにそれ言われたら仕方ない。仕方ない。爆死してなんぼみたいなとこありますね。サマラはね、うん、早く情報みたいな方、まあまあまあ、うん、皆さんねゆっくりやっていきましょう。もう今日も長いので、うん、はい、いくら使ったんですか。いくら、まあ、だいたい今日は5万ぐらいいったんかな。おー、まあまあね、当然今日ね新しく入ったホモンって言った。全然違うニュアンスになってます。それ違う、間違えてます。好きなものが全然違うんです。俺はそれはちょっとやめとくけど、掘られへんけど、ね、あのホモンクルスに入ったんで育て切りたかったんでね、だいぶ行きました、ね、お男でスキルあげないといけないからね。どういうこと。ホモンクルスだとね。ホモンクルス男でそんな深いスキル俺求めてない。男気上げていこう。男気を、さあ今現在カニさんが入力してもらってますけども、あれ、お、もうすでに読み込まれた。あの一瞬チラッとやったやつで誰かが読んでくれた。あれなんかね、なんか打つ課金が、じゃあ他の人が課金しないといけない。いやもうチャージはされたんだけど課金。ああ、できました、できました。お待たせいたし、狙い目としては今日は何を狙っていきますか、ハニさん。今日はあの控えめにあの姫が欲しいですね。あの天の舞姫。おお、何色でもいいですね。スキルあげたい。スキルあげて、うん、何色のスキルあげるんですか。水色。あ、水色。水色。水。水結構使えるか。それか、最近育てた、あ、エージェントですか。ネオストーンエージェント。花に色でもいいんで。そうですね。エージェント3色全部。じゃあ黒の、黒に出たらいいのか。だからね、欲を出すと、本当出ない。もう無理。最近、カブリと覚醒の星4しか出てないんで、ここしばらく。1ヶ月ちょっとぐらい。もう無欲無心で。はい。無欲無心。聞かせていただきたい。何も考えず、すっ。目半引き、目半引き。あ、そっか、しかもね、今1枚多いですからね。そう、あー、そっか、じゃあ、ここは48連できますね。うんうんうん、で、このイベント中にね、ぜひガチャを。まあ1枚なんでね、結構いい感じです。無欲、無欲、無欲。いやでもね、人間欲はね、なかなか捨てられないんですよ。お、どうした。欲の権化が何か言ってます。欲の権化が歩く物欲センサー、一級フラグ建築士散々言われてきますから、もう本当に。この間もガチャで配信してたんですけど、へいへい、覚醒の流れが来てるから順、はい、あの覚醒後が出るんじゃないかって言ったら本当に覚醒後出ましたから。もう本当におめでとうございます。フラグ建築準備 OK です。お願いします。はい、じゃあ画面切り替えお願いします。はい、お願いします。相変わらず綺麗に整ってある、はい、49枚あるんで、じゃあこれ全部いっちゃいたいと。おお、はい、よろしくお願いします。2525チャンネルちょっと、あ、2525チャンネルにいる、見ときます。いますね。ちょっとでも、はい、僕らはあれ見ない方がいいですよ、チャット。多分何出るか分かっちゃうんで。分かっちゃうからね。はい、伝説5枚とかあるから、多分これは多分カニさん貯めてるんでね。そう、これ8月にガチャ祭りをねやるんでね。マナモードね。さすがエチケット忘れない。そう、音も控えめにね。全てが全て。おお、うまい。音が鳴ったことでおおって言われる。これ普通すごい。スマホ初めてか、ね、このゲーム音あるんですね。そうそうそう、あるんと。今までどんだけこのゲームしてきた。サマナーズをどんだけやってきた。いやでもとりあえず1鉢目何来るかですね。そうですね。ペンギン出て、ペンギン出て、おダブルペンギン来て、おドラゴン、ベラドメ、ベラドメ、ベラドメ、あ、ベラ出てる、あ、HI さん、ベラドメ、ベラド、おめでとうございます。いいなぁ、きっと前世でいろんな徳を積んだんでしょうね、その方は、きっと聖徳ね。それであの言うのやめてもらって。完全出落ちやん。また今日もいじめられてる。はい、すみません、お待たせしました。いけいけ、テンポ的にはこんな感じで大丈夫ですかね。ガンガン行きましょう。ガンガン行きましょう。もうね、ガチャはさっくり。いや、ノーバチも見たいよね。ノーバチも見たいし。ノーバチ。うん、ノーバチ、ある意味記録になっていいかもしれないですね。なかなかね、ノーバチ最長記録何連ぐらいですか。あ、記録保持者もいるの、そういう。僕は多分38連がマックスなんですよね、今。覚えてるね、しかし。いや、悪いことは覚えてますね。悪いことは覚えてますね、大体ね。一番忘れられないのは1500回転ハマりだけ忘れてます。あ、ちょっと一目、あ、同志、同志、ワールドアリーナ。いやマジ強い。全然いらない。いや、でも水の1回全然いらない。水の1回でも使えるから、ね、めっちゃ強いですよ、キツドウは、うん、いや、本当に優秀。でも、キツバでいるもん。いや、でも本当にキツドウは何体いてもいいんで、ワールドボスでは。うん、タワーも何色か使えますか。あ、そうです、風も強いですし、闇も強いです。一応水もタワーで使えます。使える。ちょっとバチンの、あまり今回
よくなさすぎるけど、ね、よく今29枚引いて1バチ。おしゃれ、うん、おしゃれ。もしかしたら、ね、4以上今サマーバケーションに出かけてるかもしれない。早めの、うん、早めの秘書してるのかな。秘書涼しいところで、うん、まあまあ涼しい。いやバチらへんな、うん、ほんまにバチらへん。リアルにバチらへん。アマゾン出ればいいです。もう次かすかよ。次かすか。アマゾン欲しい。アマゾンくれ。もういいよ。リン強くない。おシルフ。ちょっと今回じゃ逆にもう欲ガンガン出していって聞いてみるんですか。かい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 みたいな。ティアラ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 。あーベルで入る。はい。あでもでもベルで入る欲しい人いっぱいいるんで。まあ難民さんごめんなさいですね。はい。いずれ光闇の号が出た時用のね。これ最初に出た時大喜びするやつです、うんうん、そうですね。意外に今あの順4もね、あのもう使わないスキルマニも使わないってやつもあの連星のとこでね、伝説のかけら15個に変えれるので、うん、そうそう、意外と僕あれ毎週やるとたまるんです。結構好きなんです。あれ割とありがたいんです。僕はデスブロー回線のエサになりますけどね。デスブロー、ね、ベルではね出ていらないって。あれちょっとこれもう終わりますよ。カニシあと3枚ですよ。3枚カニシ3枚でも伝説5枚あるかな。あかん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 。祭りやる。あかん祭りやる。それはこれあかんやつ。冒頭祭りはあかん。悪魔のささやき終わる。マナが、ま、マナがマナマナの方がやばい。マナが終わる。マナがない。あ、マナ課金したらいい。バッテリー残量もない。なんもない。なんもない。もう最初音もなかったし、バチリもせんかったし、電池もないし。お、風パンダおめもうなんもない。おおあ、いいな。マナもない。マナもない。はい、30クリで買ってるの初めて。なんもねえじゃねえかよ。なんもない。叫びが聞こえる。あの小銭課金で。小銭課金。はい、終わりました。マジか。何このガチャ。マジか。何このガチャ。1、2、3、4。すごいっす。まあ、勝った。一応まあ4バチはしたんで、まあ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 、まあまあ、平均はね、うん、まあ象徴してますよね。これがサマナーフローだ。そう、なんも何も盛り上がんなかった。ああ、ごめんなさい。これがサマナだ、うん、すいませんね。冒頭ガチャでしたな。はい、さすが。じゃあ、うん、切り替えて今日何していくかやっていきますか。ですね。はい、はい、じゃあ本日のラインナップ、これじゃあミネユイちゃん紹介よろしくお願いします。はい、ラインナップこれです。これです。ちょっとね、あ、来た来た。はい、ガンサ聖徳博士のすごいお庭訪問メンテナンス。おお、はい、2時間目ドラコタンのタマコロ育成講座。タマコロ、タマコロ、タマコロ。3時間目アップデート最新情報コーナー。おお、すごい。スタッフさん頑張ります、ね、お仕事しましたね。ね、すごいですね。一瞬でね。はい、ということでございまして、早速1時間目のね、不審者がお庭に突然やってくる。不法侵入。不法侵入。はい、じゃあタイトルゴールをミネちゃんね、はい、カメラに向かって可愛くお願いいたします。はい、聖徳博士のお庭訪問メンテナンス。よいしょ。いやー、来ちゃいましたね。今日は全く博士感がね、みんなないですけど、一応ラボで、ね、ラボで、はい、後ろもねラボ級を今回はお庭でやっていこうっていう。はい、はい、じゃあ何が起こるのか改めて説明お願いします。はい、このコーナーではお悩み中のサマナーズウォーユーザーのお庭に私たち研究機関がお邪魔してメンテナンスを行います。はい、悩みの種類はいろいろあると思うので、こちらでいくつか決めさせていただきます。例えば巨人の10階をクリアできなくて困っている人とか、うん、ドラコタンの中の人が誰か分からなくて困っている人とか。もう分かる分かる分かる。もう分かる。テーマを決めて呼びかけるので、当てはまる人はニコニコチャンネルに書き込んでね。はい、ここにいる変態博士たちがですね、あなたのアカウントへ飛んでいって、手持ちのモンスターやルを見ながら攻略のためのアドバイスをくれるみたいです。はい、はい、任せて行きましょうか。では早速いきますか。やっちゃいましょう。今日のお庭訪問のテーマは、まあ、今日アップデ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 があったので、異界ダンジョン行きましょうか。異界ダンジョン、異界ダンジョンのまずどうしようかな。どっちがいいですかね。光からいきますか。闇の方がいいか。闇からいきます。おお、異界ダンジョンの、あえてもうサマナ全く関係ない悩み。あ、ね、あ、いいですよ。サマナに全く関係ない悩み。う、ね、どうぞ。もう何でもお答えしますよ。遺産相続ちょっと今ごたごたしてて。あ、じゃあ知り合いの弁護士紹介します。じゃあサマナ、サマナ。じゃあ最後、ののの、めっちゃ来てます。じゃあゲーム画面お願いします。はい、
こちらですね、来てますね、ありがとうございます皆さん。もうニコニコのコメントに向こうの方が盛り上がってるから、もうずっと向こう映してていいんじゃないかな。ニコニコもコメントしてくださいね。じゃあ行きます。端末見ながら大変だよ。早い。お、いけるか、ジャミ。一回じゃあ行こうか。行こう。テーマ決めたけど、テーマ無視するのもありだから、うん、行こう、うん、自由度、フレキシブルに対応しよう、うんうん、こういう風な、おい。巨人からかな。君はまず巨人からやね。いいじゃん。もうこうね、新しく始めてもう頑張って人たちを支援していくのがこの研究所のいいとこじゃないの、多分、うん、めっちゃいいこと言う。まずちょっと異界の闇から外れるけども何を育成するか、まあ、あのラピス今一生懸命育ててるけど、ここは置いときましょう。で、まあ、僕はね、ベラデオン大好きなんで、光の犬神ベラデオンちゃんをまず6にするといいんじゃないかなと思います。もうこの段階でベラデオン持ってる君は優秀だよ。所長、ね、真面目にやってますね。所長これしか育てないからな。僕はコナミヤおまみで、コナミヤまみ、コナミヤ祭りですか、うちは。鳥小屋ですか、うち。鳥小屋。まあ巨人クリア目指していくってところは筋だと思うので、ベラデオン、バナード、シェノンで、あとまあ最初アタックは厳しいかな。だ結構ね、風の侍は水の異界のあるの強いなって思ってて、16万ぐらいダメ出たので、後々は使うと思うので置いといてもらうといいと思いますよ。はい、あとは巨人を回りたいのかな。メイガ、そうだ、メイガ、メイガ強い。まあ巨人はもうオーソドックスに、まあ毎度ちょっと同じことで申し訳ないですけど、この辺りを使っていただくのが、意外と水のね、天枚も使える、天枚も強いですね。会場持ってて回復もできるんで、今ちょうどカニさんが6にしようとして、へー、あー言ってましたね、それは。スキル上げて、まあ、まあでも何にせよ最初はベラデオンから行くといいと思いますよ。まあ、闇風作り出すのはもうちょっと頑張って6号できてからでいいかなと思います、うん、ルーンとかどんな感じなんですかね。ルーンは今何もついてないので、迅速元気にしてあげてください。ラゴン切断で、うん、切断であの迅速ルーンをね集めてください。今はあの5とかも出るようになってるんですけど、まあ、大体4とかで集まる、4とかで組めたらいいかなと思いますんでね、はい、頑張ってやってみてください。素晴らしい。迅速ルーンだと最初もあのここ体力体力体力、2番も体力、4番も体力、6番も体力みたいな形から始めてもらえるといいかなと思います、うん、あの防御組んでらっしゃるんですけど、意外と防御一本積みもかなり重要なので、うん、まあ、特に最近あのワリナやってて防御めっちゃ重要だなっていうことに気づいたので、うん、あの防御一本刺すっていうのもかなり重要ですので、体力の代わりに防御もぜひ選んでみてください、うん、ちょっとすいません、あっさりでちょっと闇の異界ダンジョンの話を逸れてしまったんですけど、以上です。ちょっとオーソドックスな回答でごめんなさいね。とんでもない。はい、ちょっと話それたついでに1個業務連絡をお願いしていいですか。業務連絡、はい、我々が見てるコメントモニターのコメント欄のスクロールを下の方にずっとやってもらえると、あの最新のコメントが見えるんでやっていただきたい。確かにずっと上の方に神紙って書いてある。そうちょ昔のコメントが今ね、我々のところちょっと表示されてるんでっていうところで、ちょっとスクロールしてもらえるとありがたいです。よろしくお願いいたします。また行きますか。はい、続いて人生相談。人生相談そこの白茶、あの白茶じゃないや、このあのニコニコのコメントの方では人生相談お待ちします。はい、次この方。おお、反省してるんですか。反省してるんだね。トトロさん、何やったんだろう。行きましょう。何かしたんでしょうね、きっとね。闇の、お、手持ちすごい良さそう。タイロ、あ、しかもターク3体揃えてるね。うわ、トリプルタークしてる。お、ありがとうございます。懐かしい。すごい、懐かしいね、うん、僕、闇の異界ダンジョンって、あ、ね、まずヒパンダかな。ヒパンダを前衛に据えたいですね、うん、ヒパンダとヒヒメ入れます。僕はヒヒメ光栄で入れますね。うん、すごい、私この方知ってるんですけど、はい、全然私より後に始められて、いつの間にかこんなに星6がいっぱいと思って、びっくりした。しかも光のあれ持ってるしね。ねえねえねえ。お前、エレノア。すごい。親戚。親戚だ、親戚。同じモンスター持ってるさ、親戚なの。あ、ダメだ、まだあのうんこあったもん。あ、本当だ。変幻してない。おしゃれおしゃれ。ダメダメ。変幻。まあ、エレノアは多分闇の異界ダンジョンでは使わないかなと思います。あとは多段系のアタッカーがいると嬉しいんだけどな。ああの結構フーコとかもいいかなと思いますけど、うん、フーコ、結構リッチ系は多段攻撃持ってるので、もともと師団みたいなタイプのやつがね、闇の異界ダンジョンでは当たるので強くなるので、フーコもいいと思います。びっくりした、フーコって聞いて可愛い妖精出てくるのかなと思ったら、イカツヨちゃん出てきて、おお、それこれフーコやったって。めっちゃ可愛いじゃん、これサマナのアイドルですよ。ごめんなフーコ、サマドル4期生ごめんなフーコ。フーコ一部に今度出演予定です。マジで、こっちなんや。会いたい、会いたい。ゴリゴリの。一部さっきシュークリームいっぱい食べとったけども、もしかしたらね、かもう食べ過ぎたらこうなる。いずれこうなる。みたいな。目いってるやん、完全に。あと僕意外と水井風いいなって思いますね。三連撃持って縦割りもあるので安定するって感じですかね。いや、こ、あ、自分シャオウィン入れてますよ。シャオ、あとシャオウィンですね。ごめん。あとシャオウィン。今何て言った？水井風、シャオウィン、ヒヒメ。ヒヒメ。ヒパンダ、あとはフーコ、うんうん、あともう一体前衛に置けるやつが欲しいですね、うん、
案外カリンとか見に行くか。何がいいかな。あ、ヒサルは？リサ。あ、ダメか。リサいないから。リサがいないですよ。いやでも、いやでもサルはありかな。サルがありかな。かもしくはベルで入れるか。うん、俺はベルで入れてますね。ベルで入れる方がいいかなと思います。でもそうなると前に置くキャラが一体いないから。全員キャラを決めないと。フーコでいいんじゃない？あ、そっか。フーコにしますか。フーコ何でもできるね。確かに。フーコ万能。フーコはあの、ね、毎ターンパッシブで自分のレベルに比例したダメージ吸収のバリア張るんですよね。スキルの画面もやるやるってめっちゃ手挙げてめっちゃやるね。めっちゃ力十分でもめっちゃ手挙げたこれ滑りなんか滑ってるみたいになってますけど、はい、ただスキル名死の手招きやから全然いったらあかん。おいでおいでーす。一体か一体か。なので、まあ、前衛をフーコと、ヒパンダという形にしていくといいかなと思います。で、まあ、あと光栄水井風、うん、で、ベルで入るヒヒメで、あとどこ行った、あのん、あと1匹どこ行った、何を言ってたっけ、サマーバケーションフーコ、フーコ前衛で言ったか、はい、でそんな感じでどうでしょうか。ルーンはね、あの、まあ、暴走でヒヒメはもしかしたら暴走の方がいいかもしれないです、うん、回復間に合わないと、そうそう、あとここのね連撃がスキルマになってるのがいいと思うんですけど、意外とこの第3スキルの連撃が重要になってくるので、暴走で組むといいんじゃないかと。まあ水イフとかは個人的には迅速型でゴリゴリに速い方が意外と火力も出てターンがねいっぱい回るので、あの暴走より意外と安定につながったりすることあります。僕も水イフ速度プラス140ぐらいとかで回してる時が一番安定してるかなと思ってます。やっぱフリートはタークも結構いいよね、やめ、うん、あータークもいいですね、うん、あの防御無視のあタークタークあターク、ごめんなさい、役じゃない、ごめんなさい、タークね、ターク連撃できるんでね、うん、タークさんにいる、あこれはドラゴン用ですね、トリプルターク、うん、えなんですか、その42秒とかそれぐらい出るの、うん、すげえ、あのタワーノーマルもクリアできますからね、なできるできるええこの子そんなポテンシャル秘めてるんですか、ポテンシャル高い、育てよう。やめときなさい、ルーンがめちゃくちゃ厳しいんだ、そうなんです、いやいやどんな見てないか分かんないよそんな、厳しいわけないじゃんそんな、だってこれ大変ですよ、まあ、言うても星にモンスターですからね、うん、このステータス結構とも大変です、あでもこれは違うな、あでもあんまり繰りだめ型になってない、みんなすごいことになって、いやもう、うん、僕はコナミアでいいや、はい、そうですね、はい、サークで、まあ、友連れでね一緒に攻撃するやつで攻撃回数稼ぐのもいいかなと、へえ、ところで、まあ、まあ闇の異界ダンジョンって、まあ、トータルして言うと姫とかを回復役に回して、あと多段攻撃多いやつを連れていくのが重要です、うん、はい、最近翔徳さんシュッとしたってコメントがありますけど、多分あなたの画面の明日日がおかしいのかもしれない、うん、そうですね、僕は半年で8キロ太ってますからね、すごいもう、うん、本番始まる前ずっとみんなでパンパンって言ってました、パン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 、では次の方伺いましょうか。じゃあノーノーをお待ちします。ノーめっちゃいる。結構いろんな方見てくれたのでありがとうございます。ありがとうございます本当にね。できるだけ多くの方の庭を、ね。ああすごいね。もう絶対これあの向こうのチャット欄映しといた方がいい。でも盛り上がってる、ね、シントさんね。うん。よろしくお願いします。ちょっと伺いますね。お邪魔します。お邪魔します。なんか結構揃ってそう。おおなるほど。ああちょうどいい感じじゃない聖徳さん、うん、これ。闇で A プラスとか狙っていくタイプかなっていう気がしますけどね。うんうん、あのまずオーソドックスに行くのは水イフで、あとはステラ、あのステラ、うん、ここを後ろに据えましょう、うん、で、リサを前衛に置くかな、うん、前衛前衛、あの闇の異界ダンジョンだと、まあ、防御力大体800から1000ぐらいあればいいんですけど、うん、闇の異界ダンジョンの前衛に対するあの、うん、エッジ何だったっけ、あの前衛に対する攻撃が尋常じゃなくダメージ出るので、うん、あれ結構きついんですよね、うんうん、あれのダメージ量を減らすためには攻撃回数をとにかく稼い で、うんうん、であの味方が1体縛られちゃうんですよ、うん、でその縛られてるキャラをは一定回数攻撃がヒットするとその縛りから解放されるんですけど、うん、その回数があと何回で縛りが解除できますよっていう回数が減れば減るほどそのダメージ量が減るっていう仕組みになってるので、そのダメージあの攻撃回数をどうやって稼ぐかっていうところによりますと、だからリサみたいな友連れして何回も攻撃回数を稼げるようなキャラは非常に優秀、まあ、ちょっと動きすぎるとダメージ量増えるっていうところもあって そこのバランスが非常に難しいんですけど、だいたい10ぐらいのカウント11-10ぐらいまでカウント減ってれば耐えれるかな。なんか何気にね暴走しすぎてね、なんか奪い返したのにあのめっちゃいかれる、ね、一発で、ね、前死ぬ時あるもんね、暴走しすぎて。リサは無知似合いそう、同感、うん、であとはベルデかな、ヒヒメがいないので、うん、案外カリンか、うん、風姫がいないのかな、カリンでもいいか、ベルデもやっぱ回転が上がるからいいって感じなんですかね。あとあの第一スキルが2連撃なんで、うん、そこも意外といいかなっていう感じですね、うん、まあこうベルデ入れすぎると動きすぎて厳しいっていう人もいれば、逆にベルデいる方があの解除縛りを解除できていいっていう人もいるので、ここは
本当に個人のそのパーティーの相性によるかなという感じです。速度積んでない人はベルト行った方がいいかもね。そうですね。あとヒパンダ前ですね。手持ちすごいいいですね、うん、あとはヒヒメいるので本当に異界の闇あるんだったらヒヒメをそこに連れて行きましょう、うん、アイリスいる。本当だ。意外と闇アイリスいいんじゃないかなと思うんですよね。回数めちゃくちゃ稼げて回復もできるんで全体 15% 属性だしね。そうなんですよ、うん、アイリス入れるのもちょっと試してみたいなと思って試せてないんですけど、アイリスもありかな。クリダメアイリスそれは存在しないかもしれないということで、はい、結論何かと言いますと、前衛にヒパンダヒヒメ育成して育てるのが、まあ、先ほどと同じオーソドックスですけどいいかなと思います。で、あのアタッカーにヒーフステラで、でリサがいるので、あの意外と前3体闇異界ダンジョンありです。あの前3体にしてると縛られた後に、あの解除が間に合わなかったとしても、うん、3匹目が残ってれば、うん、一応後ろにあの前衛の攻撃飛んでこないので、うん、なんとか耐えれるんですよ後衛が。なので前3体は意外と安定につながるからいいので前リサにしますね。でちょっと火力が心配だなっていう気もするので、うんうん、あとアタッカー何か1枚入れたいなっていうところなんですけど、うん、何がいい。だから自分はあれですね、ヒヒメをアタッカーしようにしてる、繰りだめ型にするってことですね、うん、ヒヒメを繰りだめ型かな。あと火のランタンもね、うん、ちょっといいかもみたいな。うん、連撃。あ、なるほど。うん、まあ、ただこいつ火力出ないんだよね。そうですね、ランタン系は火力出ないんで、見た目もね、見た目補正、うん、そんなところかなと思います、うん、6体言えたかな、はい、おちょっと似たような構成になって申し訳ないですけど、うん、あの闇の異界ダンジョンやりたいんだったら、あの調合で作れるね、うん、ヒパンダ本当に優秀なので、うん、これ絶対ですね。これはいた方がいいです、うん、あの反撃も自分でバフ貼れるので、うん、あの反撃バフで攻撃回数稼げるんですよ、うん、でしかも全体にあのリジェネって言っていいのかな、あの、うん、ちょこちょこ回復、毎ターンチョコパ回復言ったしな、言ったしな、言ってええんかな、でもいいゲーマーには伝わるんじゃないか。リジェネやれるから効果、それで回復もできていいなっていうところですね、うん、僕他のゲームでリジェネ効果って言ってるやつ見かけて、あ、これいいんだって思ったことがあるからゲーム用、ゲーム用。あ、そうなんですね。他のゲーム、本当に違うゲームで、へぇ、ね、すごいですね。やりたい放題です。はい。そんな感じ。ありがとう。縦割りも持ってるんでね。はい。うん、そう、縦割りが。人がいるな。いいな。ありがとうございます。あ、コメントで書いてくださった方ありがとうございます。あのその構成でいけると思います。はい、おお。あ、前衛ヒヒメがちょっと厳しいなと思って、後衛にヒヒメ持ってきてもらう方がいいかなと思います。うん。それだったら。その方が安定。ステラとかな、うん。そう。あ、ステラも前に置くと死んじゃうので。もしかしたらごめんなさい、前衛さんって言ったんですけど、ヒヒメ後ろの方がいいです。ごめんなさい、すいません。うん、はい。すごい丁寧な解説、まるでメーカーの人なんじゃないか説が、ね、最近聞いたな、なんか聞いたな、浮かびかねない浮かびかねない感じですかね、はい、といったところでございました。結構皆さん手を挙げてくれます。ラスイチ、ラスイチ行かせていただきますか、うん、どう行けますか。テンポよく行けるんだ。テンポよしはパイン、はい、お時間的にパイン言うてもらったけど、はい、はい、すごい。フォルテさん、フォルテ777さん、名前かっこいい。まあ多分スロットとかやってる人なんじゃない、うん、なるほど。トス37ベースもね、ベスも異界と闇の異界ダンジョンいけるんじゃないかな。どうなんやろ、ただ攻撃やるベスね、スキル1がただんじゃないからな。うん、まあ、火力出へんしねそれは言わない役。残念。多分闇の異界ダンジョン行くよりは他のところの攻略、うん、巨人じゃない、うわめっちゃガチャしてるね多分、うん、ガチャされてます、ね、ガチャはしてる、まあ、オーソドックスに、まあ、ベラでも6になってるので、うん、意外と持続つく、まあね、今多分巨人8回ぐらい回ってるんじゃない、うん、じゃあ 6回か、うん、ちょっとごめんなさい、闇の異界ダンジョンの話から外れてしまうんですけど、巨人でベスってどうなんですか、実際どう思います。持続めっちゃつくんですけど、多段やっぱ厳しいですか、まあ、持続と全体縦割りあるから、うん、ルシェンいないんでありはありですよね、うん、あ、ルシェンいれば正直いらないけど、うんうん、ちょっとベスを逆にアタッカーとして持続要因で使うんだったら体力寄せてもいいのかもしれませんね、うん、体力1225、215結構高いので、うんっていう形で、ベラデ、ベス、コナミア、バナード、シェノンとか、回復続けりゃもうちょっと違う回復を足してもいいかもしれませんよ ね、 ね、回復補完お持ちなのだというと、特にないかな、うん、回復は、回復だけ綺麗にいないの闇の要素を持って、あれ、リョーラーさんお得意のコナミアでいいんだよ、コナミアでいくか、そうですね、まずショップ回ると結構ね、いろんなところで手に入るんでそろそろ闇符作ってもいいんじゃないかな、まあ、闇符作りに見て良さそうです ね、うん、ちょうど闇符作る段階、闇符作るか、まあ、今言ったコナミアとベラデンはいるので、まあ、これでどうにか回すかっていう形ですかね、うん、はい、そんなところでしょうか。すいません、ちょっと闇の異界ダンジョンじゃなかったんですけども、いやいやいや、もしよかったら最後にフォルテさん、シアン作ってたけどやめた方がいいぞ
新案作ってたけどマジでやめた方がいいぞ、うん、闇が深そう、ねうんはい、色が違うからねそうだねわざわざ調合でスキルマンまでした男がいるんですからはいでも皆さん、ね、今もねだいぶ手挙げてくれてますけどね、時間が来てしまいましたのでごめんなさい、はい、ここで、聖徳氏のお庭訪問の時間は以上とさせていただきますありがとうございますありがとうございますもうすごい前のめり皆さん来てくれてありがたいですねいや本当ね、うん、ノーってしてくれたのに答えられなかった方はちょっとすいませんでしたまた、はい、お願いしますはい、はい、じゃあ続いてのコーナーに行きますのでみなみちゃんカメラに向かってあれはいすーげーすごい、はい、すごい見てくれた本当はい仕様がねはい大丈夫です仕様お願いしますはいドラコタンのタマコロ育成講座タマコロ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 いつもタマを転がしていることでおなじみちょっと嫌なんだけど語弊が語弊が転がしますからねはい、からブラウニーのドラコタンが自分で育成してきたいろいろなモンスターを明るく楽しく紹介してくれるコーナーですおそれでは早速お呼びしますドラコタンおみんなお待たせたまたま会えるアイドルマジカルブラウニーのドラコタンでーすドラコタンどうも珍しいね呼び込みで入ってくる、ちょっとびっくりしました呼び込んでもらえるんだって呼んでもな呼んでないのにシュッと入ってきてあおるんかちょっとなんか認められた感じがしますついについに僕も、はい、前回もだいぶねいろいろと大暴れしてくれちゃって、なんかね、はい、スタンド連れてましたけどね、確かに確かに、そうなんですスタンド連れてね、スタンドいたスタンドいた、人間のスタンドを連れてくる技術を手に入れたおかげでコーナーを作ってもらいました。やったー、さすが。2体も引いたからね確かにね、はい、確かに、うん、そうなんですよ前回ガチャの下りもすごい盛り上がりましたから、うんはい、じゃあ今回ドラコタンもねいろいろと頑張ってもらえるそうですけども、まあはい、やること増えたけどギャラ変わんないんだってそうなんですよね頑張ってねその裏事情今言うあーまあシビアなさすが所長ねギャラを払うのは所長ですよねうちのもうねさじ加減ですかならなんとかしてあげてそのさじ加減だよなんとかしてほしいおじゃあもうこれは恒例のセリフを言ってもらいましょうあなるほど、もうこれで給料の査定変わってきますんでねあなるほどすごい無愛性みたいな感じですか、ブラックですな頑張りたい結構みんなセリフ言わそうですねみなゆいちゃんまだセリフパスしたことなかったですねいや確かにせよ確かに確かにあんまり見たことない女子からのセリフパスはどうなるのかどう球を転がしてくれるのかうまい、どう転がしてくれるのかじゃあねなんかこう思いつくものあるグッとくるな、うん、ドラコタンの良さをこう引き出してあげられるようなう、ね、ちょっと好きなアニメのセリフとかにしようかなおいいぞいいぞなんやろなんアニメじゃないとかかな、ね、いや本当のことですか本当のことですか本当のことですよ。セリフじゃないし。ね、言ってもらおうかな。今日のドラゴン動くよ、ね。動くなと思って。他のようにかのようにやる気十分だから、ね。みなぎってる。あ血が出てる。うん、捕まえられない。じゃあちょっとミレイさん、はい、なんて言ってもらう。にまな板だよ。これかなりまな板だよ。にまな板だよ。はい、お兄ちゃんのことにって呼んでるんですけど、そう。まな板。そう、俺が好きで。これ何のアニメの？ノーゲームノーライフという。ノーゲームノーライフで、はい、大好きなんで。そこちょいな。ちょっと言ってもらいたいな。白いノーゲラーゼと。すごいとんでもない。なんかすごそう。名台詞だから。名台詞が登場しました。じゃあ。ドラゴタンスタンバイよろしい？はい、大丈夫です。はい、じゃあドラゴタンのまな板まで3、2、1、キュッ。まな板だよ。これかなりまな板だよ。めっちゃポジティブな。今100均コーナーやった。100均これこれあったあった。これ何に見える？あったあった。強めのまな板主張しときました。結構みんなの好評でございます。ありがとう。ありがとう。
いや、いいコーナーだった。いいコーナー、素晴らしいコーナーでした。じゃあ、クラブのお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、このコーナーはあの、まあ、のセリフを言うコーナーでもないし、あの給料査定のコーナーでもないですよ。違うんですよ。違うんですよ。そうだった、そうなんだ。そうなんですよ。はい、じゃあドラゴダンになんかしてもらうコーナーだったね。はい、そうなんです、うん。僕が育ててきたモンスターをとっておきの解説付きで紹介しちゃいますよという、ワクワクドキドキハッピーなコーナーですよ。若干鬱陶しさを覚え始めたからもういいよ、なんか押し付けがまた冷たいなぁ。そうそう、そんなことないよ、愛情の裏返しだよ。あ、なるほど、楽しみだね。そうかそうか、ちょろいなぁ。はい、じゃあ今回どんなモンスターを育ててきてくれたのか、ドラゴダン教えてください。今回僕が育ててきたのはドゥルルルルル、じゃじゃん、水サイコロ使いです。今日めっちゃ元気やな、ドラゴン。なんかいいことあったんですかね。シュークリームでも食べた？シュークリーム食べた？食べてないです。あ、これね、あ、来た来た来た。はい、この子です。ね、トラウマ製造機。はい、はい、そうなんです。このね、こう、あの前回土の子先生にですね、あの、あれです、あのルシェンが出ないという話をしていたところ、水ルシェンだよと。水ルシェンだよ、水ルシェンだよ。何か食ってる、おにぎり食べてる。あ、おにぎり食べてる。実質これは水ルシェンだよと言われたので、ちょっと後でちょっと裏行こうかな。やばいやばいやばい、教育、教育タイム、早めに帰らないとこれ。ダッシュで、はいと言われたので、これは本当かと思って。はい、なんで両方ともそんな喋り方やった。今日アルコール入ってる。可能性ある、可能性ある。飲み会や、飲み会、飲み会。はい、ということで一応育てて目覚めさせてみました。一応あんまり信用はしてないけどみたいな。はい、そうなんです、そうなんです。これはじゃあ説明をして、あ、いい、これ育ててみた感じどうだった、はい、なんか育てやすいというか、うん、ちゃんとこう、うん、働いてくれる子を育ててる中でもね、なんかレベル上げてる時とかガンガン攻撃したりとか、スキルも使いこなせそう、自分では。運ゲー、運ゲー、ひたすら運ゲーですね。ほー、はい、でもちょっと僕なりに使えるところを見出した感じはあるので、それを主張しつつ、主張してもらおう。だいぶ主張してるじゃねえか。今日の質問やばいね。カニコン縮んでいくんだよ。イエーイ、大丈夫。踊れた、これカニせんべい、カニせんべい。ちょっと後で交渉やらな。攻撃力増しとると思う。いや、告白されちゃうのかな。進めてくる。はいはいはい。どこがすごいの、どういう感じの運ゲーなの、これは。これはですね、まずこのいっぱい多段攻撃というか、いっぱい攻撃してくれるので、とりあえずめちゃくちゃ暴走してくれるので、ただですね、最初に言っちゃうんですけど、あ、今こんな感じです、ステータスは。で、あのルーンの付け方はちょっと、あのルーンついなんか僕なりにいいのをつけたつもりなんですけど、なんかやっぱりクリ率が全然足りなくて、でもこうつけるルーン的には割とあのルシェン君とあんまり変わらないなという印象があり、あのクリ率をちょっと稼いでクリダメいっぱいつける、なんか最初攻撃ばっかつけてたんですけど、クリダメをつけた方がいいなということで、あとこの子、あのいつも僕チャンドラーで回ってたんですけど、火山も体力エグ、体力すごい、オール元気か、体力すごいな、本当にオール元気チャンドラーさんなんですけど、はい、うわー、むちゃくちゃ元気や。元気すぎるわ。すごい元気な子なんですけど、こいつと共に回ってたんですけど、こっちの方が早く回れました。へえ、そうなんです。あ、じゃあ実質ルシェンっていうのは間違いない。そう、間違いなかったです。だから結構運が良くて、本当に運が良いと40秒とかで回れて、火山で、そうそうなんです、そうなんです。見たいな。そう、だからでもさっきやってたらこう、今日はちょっと調子が悪いとか、なんかすごいとなっちゃう。SE やばい。ゴシャッゴシャッって。めちゃくちゃ何のことだと思って。ゴシャッゴシャッってなんか聞こえる。SE を下げて。いや、いいよいいよ、もういいよ。じゃあちょっと。なんで BGM ゼロにしてもうた。中の人見えてもうてるから。BGM 上げて。上げすぎ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 。真ん中は下げて下げて。下げていこう。下げていこう。よっしゃよっしゃ。まだちょっと暴走は暴走妨害って人間界に慣れてないので、だからそろそろ慣れてくれや。ちょっと火山をお見せしたいなと思うんですけど、まあ、火山は本当にこれ運ゲーです。おー、でもまあなんかまだ火山
段ヘルいけるのがないっていう人はあのこの程度のルーンでも回れるので、おっおっおっ出た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 、そうなんです、そうなんです、こうやって。おー、でも一番左のモンスターは何ですかね。あれあれあ、一応、あれ殴られてる子ですか。そうですね、新しいハト子ですね。ハト子、新しいハト子、新しいハト子、生まれた、お生まれになった、お生まれになった、役を育てて、まあやっぱこの辺はね、死んじゃうんですけど、あ、これは、これは、面白いぞ、あーと、あ、おいや、いけこれで6だ、おお、お祭りだ。あ、めっちゃ強い。強い。おお。こういう感じで、わーい。これ手羽だ。いいとこ見た。ちょっと、おい、仕事したなお前。いいぞいいぞ。今の捨てぐらいで666だと6000かけるって感じなんですね。そうなんです、そうなんです。それぐらいが出るので、皆さん、あとですね、ここ、なんかこう、普通にこれ使えるなと思ったのが、異界の道の。おこのここ、あ、ここで、あるね、この子使えるなと思いました。なんか本当に？本当ですよ。今度の振りはやる感じになりそうだけどね。やっていいですか？どうぞどうぞ。でも今日割と時間ある。いまいちこれパーティーが分かってなくてこれで回ってるんですけど、これでいいのかな？あと今行く？いやもうこれはどうだ。じゃあまず、おお、突っ込んだ。まあ、あの水のねサイコロの動きが分かるっていうのが重要なんで、うん、はい、見たい。いやでも本当に思った以上に火力出てる。やっぱ、うん、あの感じの捨てで6000出るのは相当すごい。しかも4連撃なんで、多分ルシェンクラスのルーン組めば多分5万ぐらい全体出るんだ、うん、本当に奇跡が起きたら5万クラス、うん、そう、このルシェン君が全然こう、あのルシェン君じゃないです、水ルシェン君が水ルシェン君じゃないあのこう周りをこうバッてやってるやつを倒してくれるので、うん、全体攻撃だから。そうなんです、そうなんですよ、全体の水がいない人は。おお、火力出る、火力出る、しかも動く、めっちゃ動く、動く、めっちゃ動く。はい、先生、先生、はい、動きすぎて相手のカウントがめっちゃ溜まるんで割と危ないかもしれないと思って見てる。なるほど、なるほど。いや、ごめんなさい、破綻させようとしてただ本当火力出てる。やっぱそういうところはね、これこそ研究って感じがしますねやべ、一発なこと言うようになってきたあ、でも本当に全体の処理能力めちゃくちゃ高いですね、うん、そうなんです、そうなんです。意外と暴れるから、うん、爆弾も処理できていいのかもしれないですね。サクッと消えていく周りが。そうなんです、そうなんです。なんかこれ見てるとちょっと欲しくなってくるもん、ね、今日初めて水タイプ。めっちゃ多いですよ。えぐいえぐい、ボーボーえぐい、ボーボーえぐい、めちゃくちゃ増えちゃったね今。こう運がいいとね、運がいいとめちゃくちゃこう何回も何回も何回も攻撃してくれて、ガリ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 きたぞ。アリーナでも でもただ一つね、あれターン獲得しないともゲージ増えてるから。あー、そうですね。まあでもこのパーティーだとアタッカーがサイコロだのに、ね、今みたいなのがいいかもしれない。あ、やばい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 、あ、これはやばい。護衛がすごいな。あー、やばい。あ、おお、まだいける、まだいける、まだ参る。動きすぎ、まずやば、やばいね。まだ参る、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 まだいける、まだいける。実際水サイコル運用するのってどういう形が、やっぱ暴走は確定だ。おお、いいね、いいね、いいね。1個残るんですよね、なんか。1個残る。なんか1個残る。クリリツの兼ね合い。クリリツの兼ね合いが、やっぱクリリツがまだ60ちょっとしかないので。まあ、85なら間違いない。そうね。ディズニー、これを85まで持っていけたらいいなと思ってルー見てたんですけど、ちょっと。なんかないかったですね。ないかった。水サイコロ見ててどうなるんだろうかはすごく面白い。そう、なんか楽しいですね。いつも結構、あのー、なんだろう、火山周回とかぼーっとしてるんですけど、この子の時だけめちゃくちゃ見てます。ほっとけない子なんです。確かに見てても楽しいもんね。あー、これはやばいかな。あー、あ、でもね、さすが体力5万あるんで、ちゃんと間違いない。間違いない。チャンドラーはね、チャンドラーだけすごい、護衛してる。めっちゃ護衛してる。あ、これも耐えきったりして。あ
さすがに無理だ。無理だった。おお。キモさんこんなにめちゃくちゃ動くので。多分これ面白いものを見せる、うんうん、多分めちゃくちゃできる人が見てるとあルーンを積めばめっちゃ使えるんだってこう気づいていただけることはできたのではないかと、うんうん、楽しい思いました、はい、見てて楽しかったわ、うん、これ、はい、ドラコさんいい仕事しますな。いやちょっとやったよ、はい、ありがとうございます。ちょっともうこれでだいぶ PR、うん、アピールポイントいろいろ紹介してくれましたけども、はい、ね、いいとこ紹介できましたか、うん、ドラコさん。いいとこ見せ僕のリノちゃんのいいとこ見せれたんじゃないかなと思います。素晴らしい、はい、素晴らしい、ありがとうございます。さあそれではですねちょっとここで、はい、はい、一つ視聴者の皆さんね、はい、協力いただきたいんですけども、うん、次回以降もこのコーナーを続けるか否かのアンケート取っちゃうぜっていう続くんですかこのコーナー、まあ、ダイレクトじゃないですか、まあ、これ続く、いやまあ、続けば続くでドラコさんも大変だし続かないなら続かないでねちょっと寂しいっていう、まあ、これはあの皆さんのねもうワンクリックに全てかかってますんで、そうですね、純粋にね、そう純粋に純粋に玉を転がしてほしいか欲しくないかそりゃもう続けるになっちゃうそうか、だって玉ころを色っぽく言うコーナーならってかそういう、そういうコーナーなんですね。玉ころし続ける、玉ころし終わる。今日みんな疲れてるのかな。どうしたの今日みんな調子悪いです調子悪い今日ちょっとカニさん、おお続けるが80点、そんなに、わありがとうございます。まあ、実際リノがあんな風に機能するとか、うん、動くとこなかなか見れなかったんで今まで、うん、僕は面白かったな。じゃあ次水ルシェンですか本物のやったシアンですか次は。ちなみに今何持ってるのかちょっと見とかあ確かに、次何を育てていくかっていうのをきっと見れないと思うので、はい、そうね、一回画面また切り替えてもらって大丈夫でしょうか。はい、じゃあちょっとね端末を今用意してもらってますけどドラコタン、これ育てるの結構大変だったドラコタン。いやもうこれ割と大変でめちゃくちゃルーンを張り替え、うん、やめて張り替えみたいな。最初攻撃だけにしてたんですけど、うんうん、栗ダメ型にしたらやっぱりすごい、うん、安定したというか強くなったので、うん、栗ダメにつけるのが大事だなと思って。はい、次はもう育てますけども、そうこう次は何の研究というか何をこう可愛がってあげる、あれ、何を壊してあげるかっていう、これがあれで倉庫にもところところ、あれタワーのノーマルってクリアできる、1回しました、1回しました。何転がしたら面白いかな。何転がします。ドラゴンはいけます。ドラゴン10回。ドラゴンはいけます。ドラゴン。ドラゴン10回。本当に順当に育てるんだったらリサとか。うん、俺もリサとか。リサか。大事なクムの行くか。これからちょっとこれが夏だから夏っぽいモンスターいない、夏っぽいモンスター。クリアクリア変形すればサキュバス。あ水着の変形あるしね、うんうんうん、いやタワーやるんやったら俺水ハープ申しますけどね。あ相当活躍する、ね、睡眠ずっと睡眠、いやスキル1万上がってなくても使いました。俺は絶望型で結構いきました、ね、これ皆さんもねコメントとかでもねぜひこれ、うん、これいくのいいかな。コメントでなんかいろいろね、うん、タワーハープそろそろ来る、あドラゴン育ててドラゴン育ててドラゴン持ってい るの今だってそこにいるから。あれドラゴンは、あ自分だからね。ドラゴン出てきちゃってるせいで僕の端末の中未実装みたいですどうやら未実装です。ハトコはいるのにね。そうなんですよ、親族は来てるけど本人は今ね出ているから、難しいな。出演してるから自身を鍛えるの自身を鍛える何やるかだよね、うん、確かに。タワーノーマルクリアできるっすよ。でドラゴンいける。四段がまだいけてないですね。あ四段キャラいく、じゃあリサだねとりあえず、まあ、リサは使いますね。四段リサか水のなんだっけジャックオランタン。最近出ました。あ、ね、いる。お、そうそうそう、こいつすごい手段でいいんで、うん、ドラゴンでも使えるしね。ドラゴンでもいい。使えるんですか。おお、もう手段は僕も結構苦戦しましたけど、こんな可愛いかぼちゃがクリアできるわけないじゃないですか。あ、それドラゴンにちょっと検証してもらいましょうよ。おお、いいっすね。これはいいアイディアだ。めっちゃ笑ってらしいよ。めちゃくちゃ乗せられたわ。天才的な天才的なんです。名義名義という流れになったんですが、この子を育てられる自信はありますか、ドラコタン。任せてください。おちょっと早いハロウィンパーティーを見せつけてやりますよ。ちょっとこの
細田でじゃまた次師団に行けたらいいなっていう感じでやっていきましょうか。そうですね、師団師団ちなみに師団で8回で止まってるんですよ。おちょうどいいちょうどいい。じゃあ10回クリア目標ですかね。10回クリア目標ですね。結構大変だと思いますよこれ。そうなんですよね、うん、カリンとかも座ってればね、うん、意外と組み合わせできるかな。確かにね、うん、キャラ的には、うん、キャラは全然余裕でいける、うん、全然いけます、ね、私クムヌも入れていったりしてます。へー、おーあズバババって入るから。はい、うん、なるほど。マジクムヌ強いからな。いや師団僕も早く10回安定してクリアできるようになるのかな。言い始めて早い。2人で競争しよう。早い2人で競争。2人で競争。競争。え、ローラーさんと勝負ですか。あ、自分でボケた。早くクリアできるか。今ここでやるって言ったらちょっと怖いけども、 でも全然僕は受けたって受けるとは言えてない。ちょっと一回あの社内に持ち帰って検討させて。困りました、はい。でもちょっとあの、はい、かぼちゃちゃんはどういう動きするのかね、見たいって。そうですね、ちょっと気になって、なんかすごい強いって言われて、うん、本当に最近ここ1週間ぐらいで出たので、ずっと気になっていた子なので、いい機会なので、うん、なかなか皆さんにハロウィンパーティーを、うん、夏のハロウィンパーティーを開催させてやろうかなと思います。じゃあ次回は、ゲコーランタンの水属性を、はい、次やる時までに育てておいてください。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。姉ちゃん締めてください、はい、以上ドラコタンのタマコロ育成講座でした。タマコロ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 。さあということで、番組開始1時間、まあ1時間というかね、実質ちょっと50分ぐらいのところあるんですけども、はい、続いてのコーナーは、じゃあみなゆちゃんね、カメラに向かって可愛らしく紹介してください。はい、アップデート最新情報コーナー。アップデート。アップデート。アップデート。こんなことが変わった。いきなりだったよ。いきなり。変わった。うん。アップデート。やられた。ちょっとアップデートの情報をまだ掴んでる方もね、割とでも全員ではないと思うんですよ。うん、なのでちょっと今回ですね、このコーナーは聖徳先生にですね、うん、丸投げしたいと思います。丸投げ。例のごとく。ではでは早速じゃあアップデートのねお話をさせていただきたいと思いますので、ちょっと待ってくださいね。あ、全然全然。画面がこれもね急に投げてますからね、いろいろと。はい、すいません。はい、ね、あ、水サイコロ師団に向いてそうってことじゃあしますか。じゃあこの画面からいきますか。はい、アップデート急にね。そうなんですよ、いろんなことが変わってちょっと混乱してる方々も多いと、うん、じゃあ、画面、ゲーム画面お願いします。あのまあアップデートの中身の話からしていきたいと思うんですけど、かわいい、かわいいでしょ。かわいい、本当にかわいいの。でもね、でもなんか聖徳ってつけるあたりがもうなんかもうね、ちょっと もう痛いっすね。気持ち悪い、気持ち悪い。純一ってつけたからペアね、え、もういいやん。あの今日のアップデートであのできたのが新しいホムンクルスですね。あのサポートタイプの、ホムンクルスが実装されました。光と闇ですね。おー、はい。でまあ、スキルのお話は後ほどさせていただきたいと思います。でもう一つが異界ダンジョンの異界の仕組みが結構変わりましたっていうところで、その2点について、重点的にお話をさせていただきたいと思います。だいたい30分から40分ぐらいでお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずホムンクルスなんですけど、まあ、作るのにあのどれだけの魔石っていうのかな、あの素材が必要なのかっていうと、作ること自体は光と闇と魔力それぞれ400個ずつ違う。今指3だったけど指が分からない。400個ずつね、あの作れば OK です。みんなさらっと言うけど結構大変ですかね。いや簡単ですよね。でここからが大変なんですよ、はい、ここから。いやいや所長何をおっしゃいますか。どれが大変なのか教えてください。まあ、例のごとくホムンクルスはですね、スキルの、あの上げていかなきゃいけないんです。まあ、若干緩和されたというよりこれが結構大変で、光かまあ闇それぞれ属性がいるので、まあどちらかの光と闇どちらかの属性の素材が3000個で、一番最後までいくのにね。そう、一番最後、あ、ごめんなさい、これをスキルマックスまで一番ケツまで取ろうとすると3000個で、この魔力の結晶これが3000個で、あと各属性が多分ルートによって変わっていくんだけど、だいたい火水風がそれぞれ1000個ずつあればまあ集めていけるよっていうところで、結構な周回数が必要です。すげえ、ね、体力12345、俺も思ってたそれ。あ、本当だ。ヘルナーと一緒なのかな。12345ヘルナーと一緒だね、結構見栄えがいい、うん、では、スキルの話を多分一番気になってると思いますので、そのスキルをどういう風に取っていったらどういう風な役立ち方するのかっていうところをちょっとあの、まあ、今日見た範囲なんですけれども、まあ、考察について順番にお伝えさせていただきたいと思いますので、楽しみ、お付き合いくださいませ。はい、
で、まず光から触れていきたいと思います。光の第一スキルですね、まあ、第一スキルはあのゲージ下げです、うん、でゲージ下げがそれぞれ派生してあの上と下で変わってきます。上は、25% の確率でデバフ解除をした上でゲージ下げ、下は3連撃でゲージ下げ、まあ、それぞれ 15% ずつ下げ、あ、めっちゃ下がる、はい。でまあ、この使い分けがあるので、まあ、デバフ解除したいような攻撃に対しては、まあ、対人とかで使うかちょっと分かんないんだけども、まあ、剥がしをしたいような時は上、まあ、ゲージ下げを重点的にしたい時は下っていう構成。ドラゴンとかで意外と使えそう。あ、確かにドラゴン、うん、確かに、確かに。で、ちょっと上のルートからまずいきますね、はいはい。上は回復のスキルになってます。で、一つはオペレーションアルファってかっこいい、めっちゃかっこいい。オペレーションアルファやめさせて。いくよ。体力 30% 回復した上で攻撃バフ2ターンつきます。うん、まあ、カリン的な感じなのかな。まあ、あれ3ターンなんですけど、うんうん、回復量あるカリンって感じかな。ターゲットの味方全員ですかこれは？あ、これはもうあのこっちは、味方全員のバフがつきます。回復は多分単体なんですよ。味方なの。味方単体の体力回復に。攻撃力2ターン前、2ターンのバフで、下は、その回復プラスゲージアップ、まあ、リモーション的な、うん、リモーションに回復ついてますよみたいなイメージ、有能、はい。でさらに上に行くと急ぎ足、これ結構面白いんですよね、うん、あの急ぎ足っていう変わったスキルで、うん、味方と相手の攻撃ゲージを 100% ずつにする。そう、これがね、どうなんのかめっちゃ結構、何これ、多分レオと一緒だよねきっと。そう、あとタブロの役、あ、レオの使い方ってことですか。あ、みんなゲージが同じようにガッツ上がるから、そうそう、これをね、どうなるかね、うん、ちょっと見てみたい、うん、あとカウンターフェーズ、これも結構面白くて、味方全員に防御バフ2ターン貼った上で攻撃を受けるために反撃する、うん、おお、うん、これあの味方と相手の攻撃ゲージ、あのコメントであったんでちょっと言います。多分これ単体ずつなんじゃないかなと思うんですけど、これどうなのかな、単体なのかな、味方と相手って書いてないし、うん、そこもちょっと気になるんですよね。はい、相手の単体選ぶってことですかね。ですかね、自分も単体選んで、選んで、相手も選んで、そんなスキルの打ち方したことないんで、俺はそれで全員かなって思ったんですよね。そんな選択の仕方したことなかったんで、ちょっとあの本当はタブロの説明文とか見ればわかるのかなと思うんですけど、うん、でちょっと下の方に行きましょうか。で下は、回復同じように持ってるんですけど 15% です。でその代わり一つが、シールドを貼るっていうんですね、うん、これはあの味方の体力の 15% なんで自分の体力じゃないっていうところをちょっと注意してください。はい、エマみたいになんかあの硬いバリアとか貼れないっていう、貼った対象の体力に比例する、そんな感じです。で次ベータのオペレーション、ベータの下の加速っていう方は回復しつつ、あ、回復力 15% ゲージも 15% ー、ゲージアップ、そうですね、意外といいんじゃないですか、まあ、水アークのリジェネなしバージョン、劣化版水アーク、で、そのままスキル進めていくと、最終的には味方全員の攻撃力に1ターンバフと、あとは、ターゲット相手に強撃するっていう、まあ、あ、最大2体のなんて言ったらいいか、火の犬神みたいな感じで、あ、ラオクみたいに強撃するでしょ、ラオクみたいに強撃する、うん、で、下が、味方全員の、ね、体力を均一にさせて、2ターンの間味方の防御力を上げるっていう、でかつ全員のデバフ解除もしてくれるっていうスキルですね。アテナイの強化版、そうですね、火のウンディーネにデバフ解除つきましたっていう感じ、強いね、これめっちゃ強い、ほんと強い、これかなり便利かなと、うん、対人だとギルバトとかで結構使うのかな、ワリーナだと入れられないんでね、うん、はい、てな感じで光はこういうスキル並びになってますと。でどういう風な使い方があるのかなっていうところなんですけど、僕がちょっと作りたいなと思ってるまず一つのルートは、このカウンターフェーズ入れる流れになります、うん、上にこのカウンターフェーズ取りつつ、あの下にねこの攻撃ゲージ満タン、うーん、こっちかな、上の上強化と下のカウンターフェーズ、これを取って闇の異界ダンジョンとかで使うと面白いんじゃないかなと思ってます。あとは死のダンジョン、はい、あのこれは反撃で攻撃回数を全員が稼いでくれるので、闇の異界ダンジョンみたいな攻撃回数重要なところ、死のダンジョンとかでも、攻撃回数重要なので、使えるのかなっていうところが面白いと思います。で、あとなんかギルバトの攻めとかでもさ、なんかスキル1で縦割りとかこうスタンとかさせれるようなスキル持ってるやつにつけれたら、もう、ね、何もしなくても、そうですね、なんか今おっしゃってくれた通りなんですけど、第一スキルの縦割りからの水井風も一緒に攻撃してズババーンって入っちゃって、あのそれで落としきれるとか、そういう結構トリッキーな攻めにも使えたりするんで、かなり強いんじゃないかなと思います。あの意外と異界レイドでもね使えるんじゃないかなって個人的には思ってるので、面白いスキルだなと思うんで、これを僕は作ってみたいなと思います。逆にこの急ぎ足に関して言うと、これは全員だったとするとタブロ光サイコロの、まあ劣化って言っていいのか分かんないんですけど、
まあ、そういう対人でそういう使い方するんじゃないかな、うん、まあ、相手より先に味方のキャラ全員動かしてしまった後に、まあ、相手のゲージ上がりきってしまってるんで、その状態でこの急ぎ足を打ってゲージ満タンにして、うん、もう一回その相手が先多分動くと思うんですけど、ゲージの都合上、うん、あの味方がその後2連続で動くようなイメージになる。あ、よくわかんないよな、これどういう動きするのか、これちょっとね、うん、頭使いそう、ね、これかなりハマれば、使いこなせばかなり強いんじゃないかな、ね、めっちゃ検証したいですけどね、残念なことに多分ね難しいです。あの多分ね間に合わない、多分ね間に合わない。なるほど、今ね頑張ってるが多分きついかな。で下に行くとですね、多分なんですけど、多分って言ったかな。下に行くと、ま、上はこっちのルートですね、ロックオンのルートに行くと、これもね結構異界レイド用なんじゃないかなっていう気がするんですよね。攻撃バフついて、あの強撃するので、うんうん、まあ、なんかリサ的な感覚で CT 貯める役として使うのもありだと思いますし、うんうん、まあ、ギルバトとかでも攻めで使うんだったら、ね、うん、攻撃バフついて2体なんで、もう共ずれしていくキャラは決まってるので、うんうん、はい、いや、あのそういう使い方もで攻めで使えるんじゃないかなと、うん、結構外れないですもんね、うん、スキル並びはどこでも多分使えそう、うん、ちょっと1番はかなりトリッキーですけど、うんうん、で第3スキル、あ、ごめん、第3スキル一番下は若干デバフ解除なんで、まあこれもレイドかギルバトとか対人用、うん、両方ともで使えるっていう、まあ、結構汎用性に飛ぶスキルなんですよね、全部ね。使い方かなり悩むんじゃないかなと思います、うん、ただいずれにせよ結構あのステータスが素早さが重要になってくる、うん、速さが重要になってくるキャラなので、はい、あの速さ重視で体力ガン積みのサポート系でいくのがいいのかなと思います。火力がどれぐらい出るかっていうのはかなり気になってるんですよね。そうですね、基礎攻撃力が626しかないんで多分無理かなと思うんですけど、もうサポートに特化しサポートに特化してっていうのがまあ光かなっていう感じですね。まあ、今言った通り、まあ、主に異界リードとか異界ダンジョン用、もしくはギルバトとかの攻め使える、もう本当になんか周りをどうやってうまく使うかでめっちゃ多分ね、めっちゃどう言ったらいいんですか、まあ、輝くコスト、そうですね、なんかこいつ単体でどうにかするキャラではなくて、その周りをの組み合わせでどうやって勝っていくかっていうのを考えるのが非常に面白いです。サポートですね、めっちゃ可愛いな。今日この日のためにハートをね何個も買ってポワポワさせてるんで、ハートつけてるのエフェクト可愛いでしょ。あ、これつけれるんですね。あ、そうそうそう、あの変幻でワールドアリーナでやる、うん、はー、僕はラカンとかもハートにしました、ね、えー、でオケアノスとかみんなハート姫すごいな、相手にプレッシャー、威圧感、威圧感は。フーコにもつけてあげて。あれを愛せるのはだいぶ変わった趣味を持ち、ポホームって光はミニ体は作れないよねって来てもらって、2体は作れないです。ホームクルスはアタッカーはアタッカーで1体、このサポート役はサポートで1体っていう、それぞれ1体ずつしか持てない、うん、あ、迷うなこれ、迷う。なので自分がどこのダンジョン弱いとか何がしたいかによってその選択をすればいいと思うんですよね。闇の異界ダンジョンがきついから、あの新ルーン掘りたいんだけど闇がきついからっていう人は、あの、まあ、さっきの反撃とか組んでみたり、師団よく行くからっていうんだったらそれ組んでみたりとか、逆に対人でサポートがちょっと弱いなっていう人は、あの他のね、さっきのデバフ解除のやつとか、ああいうところを選択していくっていう、自分のちょっと弱いっていうかしたいことに合わせて組み合わせを考えていけばいいかなと思ってます、基本的には。お、アタッカーのホムンクルスってあんまり対人で使えるイメージないけど、こっちは対人で使いやすそうなスキル多いですよね、うん、だからギルバトとかちょっと頑張りたいなって考え始めてる人はいいかもしれないですね、うん、これちなみにドラゴタン作りました？作ってないです。なんか最近やっとあの異界に行くようになりました。あ、うん、頑張って作ろうみたいな。でも可愛いなと思って、ちょっとめっちゃ見た目可愛い、ね、いや見た目はね、こんな可愛い子のためだったら頑張ろうかなって思っちゃう、ちょっと思いました、うん、このメスのために頑張ろうと思いました。そうそう、今回優しいし400400400だったら、ね、そうですね、うん、前回よりだいぶめっちゃ優しい、下がったので、うん、みんな作りやすいっていう風になったな、うん、前のホモンクルスはね、もう全員苦労しましたからね。結構ギルバト勝てないって悩んでる人は本当こっち作った方がいいかもしれない、うん、確かにさっきこっちの方がいいかもね、ギルバト向きですわ、うん、こういうこの子本当かなり強力なサポート役、うん、行く手も楽だし、ね、もう聖徳氏の、ね、説明もうまいからちょっと欲しくなりましたし ね、うん、結構ね、これ急に褒めるからどうする。僕が褒めた時は後でこう、あ、怖い怖い、やっぱ予感がした。じゃあ闇いきますか。お願いします。 闇もちょっとスキルさっくり見ていきましょう。これは闇の方がおすすめです。闇がね、かなり面白いスキルして、うん、多分闇が気になってる人多いんじゃないかな。まずゲージ吸収ですね。ゲージ吸収、ゲージ吸収っても相手のゲージを吸ってくるんで、相手のゲージ下がって自分ゲージ上がるっていう形です。で上はデバフ解除と、あ、ごめんなさい、バフ解除と、あとは3連撃でゲージ吸収なんで、ゲージ下げて上げれるっていう、そういうタイプです。
で、上から見ていきます。オペレーションガンマに変わります、はい、ガンマこれはオペレーションはやっぱあるんやねそこはね、そこはね、うん、オペレーションなんか種類をねアルファベータガンマとで、あ、何にもないですよってなってね一人ごとでした、はい、で基本的に上のルートに行くとあの相手のバフ解除を持ってます。で上側のルートがバフ解除した上で防御デバフ、で下がバフ解除した上でスタンなのでエトノ的な感じになってる。これは強いです。なんで強そうかな、うん、石の上から剥がしてスタンとかかなり強いんじゃないかなと思いますね。同級に成功すると 100% 発動だもんね。そうですね、うん、あの発動率書いてないんで、書いてないから 100% です、ね、うん、まあこれスキルまでどういう風に確率上がるのかちょっと気になるんですけど、75ぐらいまで上がってほしいね。確定剥がしではないんでちょっとあれかもしれないですけどね、うん、でさらにこの上側いきます。アンバランスフィールド、皆さんこれのスキルにする人めちゃくちゃ多いんじゃないかな。これですよ、うん、今これやってます。唯一無二最強に見えるパッドミア、どういうことですかこれは。あ、解除75、ありがとうございます。結構効果が4つあるんですよ。まずこのスキル1個で相手のスキルをまず一旦伸ばします。スキルの最小時間一旦伸ばします。さらに攻撃速度のデバフつきます。でさらに味方の CT が全部1溜まります。でさらに2ターンの間味方全員で攻撃速度を上げる。これはね違う性能じゃない。これはやばい、これはアンバランス、これやばいです。優位と、そうそう、これ本当バランス調整した方がいいよ。バランス調整が。アンバランス、アンバランス。すごいな。コナミアしか使ってない量なんですらわかる。いやわかる。壊れ加減すごい。これ強い。どっちかっていうと制圧に近いですね。制圧のスキルに、うん、はい、あの精霊。やりすぎだよ。ね、やりすぎだよ。で多分使い方としてはあの味方全部動いた後にこいつを撃つっていうやり方になるんで、うん、まあ。あのタワーとかでもね、うん、マーブ的な感覚で使えるんじゃないかなと思います。対人でもかなり厄介だと僕は思いますね、うん、マーブプラスってやつその通りですね、まあ、デバフ解除がないですけどねこっちは、はい、あの超強力、対人でも使えるし、まあ、もちろんタワーでも使えますし、かなり見た目上相当強そうに見える。実際強いんだと思います。暴走もしたらうざいです、ね、暴走もしたらうざいですね。これ多分 CT4 なのであのスキル最小まで4ターンなので、これがすごい、すごい。これ撃った後自分の最小の1ターン減るので、うん、減るんだったとしたら実質3ターンになる可能性もある。だ判定がちょっとどっちなのかってすみません、正直上げきってないんでまだ分かってないんですけど、ただマーブの時はそれで修正来ちゃったから、うん、あ、そうですね、多分そうならないと思う、そうですね、っていうのがまず上のアンバランスで、多分これが選ぶ人本当に多いと思います。次ロックダウンですね。これはめちゃくちゃすごいです。相手を3ターン眠らせる。うわ3ターンは見たことがない、うん、でターゲット以外の相手は2ターンで速度デバフ入る、強っ。なのでこれも対人用かな、ギルバトとかで3ターン1体眠らされたらかなり辛いと思うので、もう起きたらもう誰もいなかった。実質死んでるのと一緒だもん。そうですね、3ターン眠らせっていうのは本当に強いと思います、うん、このスキルも対人向けで、まあ、かなり、うん、だから自分の持ってるパーティー相性なんでしょうね。反対効果力とかが強くて、まあ、1体眠らせてる間に処理が得意っていうタイプの人はこっちを使うっていうんですよね。で上の人は上は逆にスキル延長とか打って全体剥がしてやるっていうのが得意な人はこっちなのかもしれない、うん、でしかもねサケバスもね修正かかって殴っても OK になったから、確かに、そうだ、もうサケバスで相性がもう相性良さそう、なるほど、眠り続ける、そうスキル修正でサケバスって殴っても相手起こさずに眠ったままどん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 殴れるんで強っ、眠ったまま、すごい立ち悪いですね、当たった楽しくなっちゃう、うん、本当に上は対人用ですね完全に。そういう眠らせて攻撃してくる人に出会ったら今日一日自分なんか悪いことしたんかな男性の意に駆られてしまうどんだけ重い、じゃあ下のルートちょっと見ていきます、はい、で下がレンサーですね。これもあこれはさっき見ましたね、失礼しました、こっちですね、15% の確率で、弱化効果を一旦伸ばすという、まあ、これも、デバフ延長なんで火のカンフーガールとかそんな感じかな、うんうん、で、まあ、これが基本的でそのスキルに対して、それが3連続攻撃になるっていうのと、あとは、まあ、1回だけそのデバフ延長は1回攻撃なんだけど、ターゲットにかかった弱化効果のターンの合計に比例して相手の体力を下げる。え？いやこれマジ気になるよね。これめちゃくちゃ気になる。何これ、これターンの合計に比例ってどういう比例の仕方するの？これが本当に気になるんじゃないですか。ただあの巨人とかで10個とかついてる状態でこれ打ったら何本減るんですか。そう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 、
だからあのタワーのボスとかでもデバフモリモリつけちゃったりとかしたらこれどんだけ減るのとか、うん、レイドとかでねめっちゃ減ったらすごい助かる、ね、確かに噛まずに終わるね。やばい、これスキル説明にボスに対してはどうのこうのっていうあレイドないもんね、説明がないから書いてないんで、まちょっと気になりますよね。HP 1位くらいになりますよ多分そのままの、ね、ボスにやっぱ効かないですかね。説明がないからちょっとワンチャンないかなとか思ってるんですけど、それを検証したい。あボスにも入る入る入りますね。入るの、いやありがたい、助かります、ね、いやどうなんだろうこれ、やってる人いるんだね、すごい検証済みの、すごい有望、すごい何者なんだ、何者我がラボへ来ないか我がラボ乗っ取られてますあらあーもうショークの席に次回がないかもしれないけど待って重いわすごい効果っすな。でもこれ強い、いや強い、うん、で、あの上のあの3体に限る、イケメンに限る、イケメンボスにしか効かないみたいな。あ、1ターン分に2000、はぁ、ありがとうございます。へぇ、1ターン分に2000、レイドボスアスタロトにも言う、すごい、はぁ、本当上位勢の皆さんがいろいろ情報で、ね、で5個ついてればとりあえず1万ダメージ確定で、ってことか。ターン3ターンとかだったらまた上乗せ6000になるんですかね。10個ついてたら10万ってこと。あ、2万。え、しかもそれって解除した時に食らうってこと、そのままあの持続、打った、デバフはまだずっと残ってるってこと。打った段階でついてる、あ、じゃあ延長しつつ、あ、そのデバフの確認がある。69個13万8000。おー、マジで。おー、69個。ありがとうございます。ここにも一人変態博士がいました。ここの博士にね、プレゼントいましたな。多分光羅刹とか使ったんだろうね、うん、思った。すごい。だからじゃあアストロスとかじゃあパン使えばもう、もう速攻じゃん。バッコン減るんじゃん。バッコン減るね。余裕だね。いや、動画作ろう、すごい。動画作ろう。これは面白い。すごい。ありがとうございます、情報すげえ、めっちゃ勉強になる。もう継承しましたね、ほんと1ターン2000か、こっちか。うん、面白い、ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、ショックウェーブですね。これはあの全員のデバフ解除で 25% の確率で1ターン内ですか。なので、うん、劣化ギアナみたいなイメージだ。じゃあショートさんいらないっすね。あ、そうですね、まあ僕はギアナ持ってるんでいらないっすね。乗るしかない、はい、このはい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 、直接的公式放送ごめんなさい、あ、いつもの感じが出てしまった。あ、いつものね、いつもどんだけいじめられてるんだなので、あの剥がし困ってる人はこいつ連れていけばかなり強いと思います、うん、あのアリーナで剥がしないから戦えないわっていう方、うん、ここにするとアリーナで戦えるので、剥がし使いたい人はこうここに、強制、このホムホムも防御は置けないんですか？あ、ですか？防衛には置けないんですか？ホムンクルスは基本的に防衛に置けないです、うん、あの何のスキルがついてるかわからないのでっていう理由で一応ないみたいですね。あとワールドアリーナもピックできないですね、はい、あの基本的には攻めで使うところですね、はい、あとダンジョンは全部いきます。では最後の弱点分析いきますか。ほう、これもね、これもこれもね、あの相手を4回攻撃して攻撃速度減少、ミス発生率、防御デバフ、攻撃デバフ、楽園回復負荷ね、まあ6種類あるな。もう全てのデバフですよね、ほぼ全て、ね、行動負荷以外の全てのデバフ、ね、そうですね、あとミスもあるから、ミスあるよ、うん、あのそれが2ターンの間つきますよってこと。しかもこれ何が都合いいかっていうと、あのバステトとかあのセクメントみたいにあのついてるやつもなんか上から反省しちゃうことがないんだな、これね。あの発生してもうすでについてないやつに対して判定がかかるって書いてあるので、新しい、うん、レイドとかで入れるとデバフ役としてはかなり強いんじゃないかな、めちゃくちゃ優秀、欲しいデバフが全部つくの で、うん、で発生率書いてないんですよこれ。本当だ、だから発動率 100% で、うん、単純なそのあの的中率で的中率で、うん、かなり強力なデバフで、スキルまで4ターン、ね、4ターンで出る。個人的には忘却も欲しいなと思ったんですけどね、まあ、忘却があったら会心で使えるから、そうですね、パス、忘却あったらやばいね、うん、それは強さ、まあ、あれはもう皮膚先生と光の背中身に譲ってあげてくださいっていうような、まあ、対人向けのスキルが目白押しな感じですね。強い。なんでまあ上からもうこれは多分もうアリーナで使うのかな、個人的にはアリーナで使わないんじゃないかなと思うんですけど、もう自分はもうタワーかギルバトかなって感じですか、ね、うん、そうだね、アリーナは使いづらい、ね、でこっちはあのギルバトですね、ギルバト
アリーナ、これでもアリーナもギルバトも多分両方いけて、うん、両方いける両方いける。でこれはレイドか、まあ、旅人これを好んでこのスキルのためだけに使う人ってのはいないと思うんで、まあ異界レイド用かな、うん、異界とか、あとは案外異界ダンジョンでデバフ役をこいつ団体にするっていうのも意外とありかもしれない、うん、楽園も全部デバフ稼げるので、これをつけてシャオウィン吹けば一気にダメージかかる、うん、今回のアップデートこれが来たことによってもいろんなことが一気に変わった、うんうん、そうですね、かなり攻めの仕組みをいろんな作り方ができるようになったので、サポートタイプではあるんだけども、アタッカーを生かすサポートタイプだったりとか、そもそも相手に対して有利に立ち回るタイプのサポートになるので、本当に対人向きのサポートスキルがかなり充実した。なんかもう本当にね、順語でしか持ってないようなスキルをここで選べば作れるっていうのが、もう非千人とかね、そうそういう、ここ非千人、あ、非千人これギアナ、まあ、ギアナとか、うん、持ってるやつとね、もう組み合わせて一番相性のやつ作っていけば、そうですね、へえ面白い。あのこれ今更なんですけど、スキル3つあるじゃないですか、はいはい、で5個あるじゃないですか。5個、あ、なるほど、これ、これってどういう関係で、ああの 色が変わってるとこです。色が変わってるとこ、縦にこう分かれてるの分かるんです。色が黒暗くなってる、あ、うん、あ背景がね、背景が、第1スキルは左側の2個で、第2スキルは真ん中の2個、まあ厳密に言うと多分右側の1列、うんうん、で第3スキルがあの一番端っこのとこから選択、あ、それは選択できるんですね。でそれぞれ派生してるとこ線伸びてるの分かります、はい、あの線伸びてるところにしか行けない、だから上のルートに行くと一番下のあの丸の玉のやつだと、はい、行けないし、そういうやり方ですね。でもその中の2個だったら選べるってことですね。ありがとうございます。もうさらもうスキルマックスにしてても分からなかったそうですよ、どうやってスキルマックスなんかこうかなみたいなノリでアミダクジみたいな、アミダクジ。ドラゴタンもいろんな可能性を感じたんじゃない、このホムンクルスには。もう今可能性を感じすぎて闇のところを回っていま す, そ, うです、ね、もうなんかそれもまず見た目が可愛いから、うん、見た目大事、まあ、異界ダンジョンもこれ闇と光どっちでスコア取りやすいかって人によると思うので、うん、まあ、それで光で始めるのがいいのか、僕は光が得意なので光で回り始めたんですけど、あの闇が得意っていう人は闇行くのがいいかな、かなり手持ちによるんで、ね、異界ダンジョン。そうですね、これもう好みでも選んでいい気もしてきた。正直言うと見た目はね、僕闇にしたかったんですけど、光が取りやすすぎたのと、意外となんかあの立ち絵、うん、当初見てた立ち絵より光めっちゃ可愛いな、うん、やっぱ銀髪、ね、以上、銀髪ロリキャラはやっぱ正義、正義、はい、ではツチさんがまだ異界ダンジョン頑張ってる、頑張ってるんですけど、もう無理、これねちょっとね、あの土の子さんがずっと今日回ってらっしゃって、あのもう少しでオールスキル、上げきる、で次8までいける、すげえ出ますか、もう、あ、もうあの作るときは、あのなんていうんですかね、光闇の属性がない状態でスキルを上げるときに光か闇か選択するようなイメージ、そうです、はい、まあ、マックスまでいったら剣もらえる、まあまあまあ、自分はちょっと闇にしてるんですけど名前大概ダメ、いやこれ見た瞬間多分メンヘラなんだろうなと思って、まあまあちょっと属性はな、気にしまわらず電柱の影とかが、今ちょっとここまでいけてるんですけど、すごい、でね、ちょっと今日昼寝してしまったんで甘えてるな、そう起きたらね4時半だったんですよ寝すぎ寝すぎ、そう、あとね、こんだけで終わっちゃうけど、あーちょっとだ、放送中にいけるかどうか、放送中にね、これをねこう全部検証したいねって話をしてたんですけどね、ちょっと息切らず、そう、ちょっと足りないかな、じゃあ、うん、せっかくなんでツッツさんがどんな風に闇を回ってるんですかね、今水と闇を回ってる、そうです、ね、あ、見たい、どんな風に回ってるのかっていうのをちょっと見ながら、異界ダンジョンの仕組みがどう変わったのかっていう話をさせてください。スーパー効率的な方法ですね、しょ、だから解説もできちゃう、たまには、じゃあ全部いきます、じゃあ火からいきます、とりあえず、お、火からいきます、お、じゃあ火からいきましょうか、お、参りましょう、あのツッツさんのすごいいいところはですね、順語がない、そうですね、自分が回ってるパーティーとしてはみんなが必ず取れる順語しか使ってないですね、みんなが必ずそれ取れるんです、これここで言ったらホムンクルス使ってないんで、ホムンもみんな頑張れば取れるので、うんうん、で、あとはもう星4のキャラと星、あれ星2だっけ、星2、ね、ジーク星2ですね、本当だ、星3が逆にいない、うん、星3はいないですね、うわ、削る削る、だからまあ結構今回のね、アップデでかなり属性の
あ、ね、あの攻撃がね、で、あの有利属性だとダメージが 50% アップ、不利属性だとダメージが 50% 減になるっていう新しい仕組みが生まれました。なので、あのどっちかっていうと有利属性で固めた方がかなりスコア稼ぎやすいなっていう印象と、あとあの有利属性で組めてなかった時に逆にスコアが出にくくなってて、そうそう、ね、あの本当にその属性に合ったキャラをどんだけ作れるかっていうところがかなり重要になってきてます。はい、だってね、もうあれって思ったもんね。そうですね、全然違う。いやだから本当にもっと異界ダンジョンのスコア詰めとけばよかったって思って、6000が多分もう取れなくなっちゃったんで、6000系が、うん、いやなんか水、さっき水回ってる時もともとオール水で組んでたんですけど、うん、ダメだなみたいな。でやっぱり火の異界ダンジョンになると全体アタッカーをどんだけ入れられるかっていうとこ結構重要で、だからやっぱり喫動とか、うん、あと水フェニとか、でランダムなんですけど、ヒヒメとかね、あのシャオイもランダムで一応爆弾潰しに行くので吹けば強い。まあこのパーティーだとまあ9割ぐらいはトリプル S 取れます。まあ、そうほとんど縦割りつかない以外は、うん、そうなんですよ。しかも縦割りキャラも3体いるんで、そうですね、まあまあよほどのことない限りはトリプル S 取れますね。水ホム入れるときはやっぱり速度が重要ですね。そうですね、水ホムは多分200ぐらいあれば絶対必ず動けるかなっていう感じなので、うん、相当まあ人にも振ると思うんですけど、火の異界ダンジョンが一番入りやすいです、うん、一番溜めやすい、倒しやすい。全体アタッカー入れるっていうのと、周り壊してしまえばもうダメージが一気にガンと入るので、うんうん、削りもやすい、粒々がね攻撃してくる。そうそう、あとはもう属性 の, その変更に伴って水を増やせば、そうですね、うんうん、まあ、できるだけもう水で固めてあげた方がいいっすね、うんうん、あとあの水イフとかもねかなり優秀なので、うん、僕は水イフ単体アタッカーです。おい、火はこんな感じ、早い、早っ、素晴らしい、はい、で報酬もね変わりましたね。そうですね、報酬が、はい、すげえ、このね右端のね宝箱が、なんだあれは、右足の宝箱、今までこれなかったんですよね。そうなんです、これが、おお見たことあるやつだ、はい、ありがたい。一体何が出るかってちょっと一応ドロップ情報で確認してもいいですかね。今までって素材しか落ちなかったんですけど、うん、まあ、それでクラフトするっていう流れでしたが、うん、今回のアップデートで、まあ、ルーンだのジェムだのこの異界ダンジョンを回ることでクラフトで作れた新ルーン5種、これが直接ドロップするようになります。ありがたいね、かなりありがたい、ありがたい、すごい、だから、まあ、もろもろ落ちますけどね。だから今までね、異界はねマナは全然稼げなかったんですけどね、うん、売却額も増額されたっていう話、150%から300%でしたっけ、で、確かに高くなってた、うん、高くなります、まあ、流れでも水を回しちゃいますね、はい、なんでもう本当に異界ダンジョン回ってるとマナが全然たまらなくて、うん、クラフトする分のマナしかたまらないぐらいの感覚だったんですけど、ちょっとたまりやすくなったなっていう、まあ、叩く分のマナは本当に溜まってなかったので今まで、はい、でこの水はね今日先ほど作ったパーティー先ほど作った急増パーティーはね、ルーンはクソですけど、一人でも結構普通に、うん、まあ全然いいかなと思ってますね。水の異界ダンジョンはまあ過去にもお話してきましたけど、やっぱバナードとかみたいなゲージを上げるキャラが非常に重要で、まあ、相手のスキルによって HP がねガッと下げられています。そうそうそう、で最大値が下げられちゃうんだけど、ゲージアップすればそれが最大値がまた増え戻っていくっていう仕組みになってるので、ゲージをどれだけ上げられるかっていうところは結構重要です。風仙人の火力が、そうだから今自分これ風仙人使ってますけど、多分ここ風の侍とかでもいいので、それだったらまあ星5のキャラいないんで、まあ、全然みんなまあ順号使わなくても出るかなとは、うん、さっき適当に作った風侍で16万ぐらい、うん、お出ました。グロッキー中で、ね、はい、まあ、結構安定のいいパーティー、うん、まあまあ事故んないですもんね、うん、そうね、ルシェンをアタッカーっていうかダンジョンの攻撃リーダー33パーなので入れるっていうのは結構いいなと思います、うん、それもちゃんと適用される。風フもいいと思いますね。風フも結構良かったですね、うん、ただやっぱちょっと第一スキルの火力が若干弱いなっていうのが風フの印象でした。使ってみてそれだったらコッパーの方がまだダメージ出てたな。いやコッパーかなり本当に優秀ですね。コッパー何がいいかっていうと、この状態グロッギーが終わった通常状態のところで防御無視入るとかなりダメージが 4,5、うん、万出るので、それが本当に強い。ここ結構辛いんですよね、ここ駆け抜けるのが。コッパーだとそこが非常に簡単にっていうわけじゃないですけど楽にはなる。でしかもコッパー、まあ、防御力が相手の場合あれば、まあ、防御無視出るんですけど、普通に攻撃バフしかついてないですけど、攻撃バフだけでもその防御無視の火力も上がるんで、うん、結構優秀ですね本当に。これ今速度高めですかっていう質問のコメント来たんですけど、どれぐらい速度は、バナードだけ270ぐらいで、いあとはもう170もうないんじゃないですか、うん、150ぐらいしかないからね、プラス560ぐらい、うん、
それでも全然いけますね。僕のバナードプラス130しかないんですけど、全然いけてますね。僕のバナード110しかないんです。多分いける。風ペンでも大丈夫ですか？風ペンだとゲージが上がらないので。でも風ペンも全員にいいみたいですよ。あ、シーティーたまるし。そうそうそう、うん、どう、あ、これも解除できるのか、うん、あ、やばい、なんか風ペンもいい。あれでも、うん、初めて知りました、勉強になりました。まあ速度バックもつくからゲージ上がって、ね、あれもこれからいい。まあこんな感じで。すげえ。あ、また宝箱が。そう、これはもうほぼほぼね、まあ、毎回宝箱になったんです、うん、今回。まあこれでこういった形のルーンがね、うん、落ちるようになった。ちなみにこのルーンはどの属性だから何々が出やすいみたいなのはないみたいな。そうなんですよ、均等に出るみたいな。なんかね、初めなんか火をやるとなんかずっと投手ばっかりしか出ないのかなと思ったら、意外とね全部出るっていう。へー。じゃ自分の回れるところを回ってるとそれなりに自分強化を、うんうんうん、そうですね、多分投手作りたい人だったら火を回りながらいろんなルーンを集めていくっていう流れ。クラフトもできるといいですね。で今まあ自分が一番回ってるのはまあ闇回ってるんですけど、これ作りやすいコース、うん、これは多分本当に作りやすいと思います。これもみんなそうですね、ガチャゲンの順号はいないんで多分結構作りやすいかなと思います、ね、これ暴走で組んでるキャラは何がいますか？暴走で組んでるのは、火の天舞と、前のセクシーなお姉さん、セクシーとパンダですかね。ああ、パンダ。その3体は暴走。ああ、なるほど。やっぱ S 以上、SS 以上を安定狙いに行くって感じ。そうですね、うん、まあ、自分も控えの方が得意なんですけどね。2人はスコア出やすいんですよね。そうなんです。たまたま苦手だから闇の方をなんか3000個近く貯めてたら、あ、まさかのみたいな。得意になってそう。なんか最後まで行くのになんか光5000、闇も5000とか必要なのかなと思ったら、意外となんかいらなかったんで。これ逆にもうゴリゴリなんで順号使いまくりでいつも行っちゃうから。だからね、ね、消毒さんみたいにガチャ課金できる人はね、そういう、ね、そういうね、生活削ってますからね、彼持ってるでしょ。でね、自分みたいにこうやっぱりこう健全なサマナーゾーンをやろうとするのは爆弾鏡がよく言う。で健全なね、こう無課金でも楽しめますよっていうのは多分こっちのメンバーかな。ヒアナも持ってるくせして。すげえ闇をね見せてもらう。そうそうそう、全然かどうかで割ると間違いない。でまあ、あの真似はしやすいパーティーだと思いますね、うんうん、結構今スキル入っちゃったけど大丈夫ですかね、連撃なんか。あ、大丈夫です大丈夫です。あ、すげえ、全然大丈夫です、うん、安定死にはしないですか、ね、全然。そうですね、多分100回やって1回2回じゃないですか。おー、あ、それすごいな、ね、闇でそれはすごいですね、うん、だからたまに暴走しすぎてあそこのスキルがなんか20近くまでいったら火力がね、20っていうかなんかもうえげつない数字になったらちょっとあれです、ね、いや、すごい、めっちゃ安定してる。これは普通に安定ですね。すごい、いや、これすごいですね、うん、ここで取り返せるのがすごい。23までいった時のダメージ量が全体1万2000ぐらい、1万4000、ね、5000ぐらい、23でこんなもんなんで、なので体力を積むってなると2万ちょいぐらい、うん、2万ぐらいあればいいって感じですかね。さあ死ぬか、あ、さあ100回に1回を引くかっていうとちゃんとね。そうそう、だから結構ギリギリなラインではあのステータスは組んでるんで、まあ事故んないですね。まあ、無理にトリプル S って狙う必要ないですからね。そうそう、10から12でしたっけ SS で、その属性の。そうですね、10から、うん、12でトリプル S が13から15なんでね。ただルーン狙うなら多分トリエスがいいよね。あ、ルーンは多分このランクに依存しますね、うん、じゃあ一応光も見せておきます。光もお願いします。あと風と光かな。そう、あ、そうですね、じゃあさっき風いきます。でも俺風ね、組み直してないんですよ。あー、なるほど、いけるかな、ね、事故る前の言い訳。あ、ハブね、いいよ、言い訳しといていいよ今。いや、でもいけそうな気がしますけどね。火ダメージアップは書いてないんで、水アクは、水アクいるならあの水の男でも使えます。水の異界だな。で逆に風はですもんね、あの回復が必要ですからね。そうですね、結構ここもヒパンダ優秀なんですよね、このリジェネが強いんです。ヒパンダどこでもいますな、うん、そうですね、異界ダンジョンはヒパンダ優秀ですね。あと師団でも、うん、で異界レイドでも防御リーダー入れられますね。自分ここはね風苦手なんでね、もうね回復4体いるんですよ。もうね確実になんかダブル S か S を取りに行ってる感じなんで、あ、堅実にいくのが大事ですよ。そうそう、なんかね、あの身の丈に合った生活をしようと思ってるんで。無理してねトリプル S 取りに行ってもね。真面目か。また真面目か。やっぱね A プラスで終わるのが一番悲しいんでね。
楽しい、うん、結局 A プラスより S の方がね、うん、報酬いいですし、うん、クリアに狙いたい方がいい。とにかくあの、てか、まあ、風のダンジョンスコアさえ意識しなければ回復6だとクリアできるんで、そうそうそう、デルで入る回復6でいけるんで、ただあのラン200万いくかいかないかぐらい、うん、回復6だときついね。回復6だときついね。逆にあ回復をゼロにすると、あ回復ちょっとだけにすると逃げてくれることもできる、うん、昔なんかこれちゃんと倒しきれなかったら敵帰っていくじゃないですか、うんうん、それを全属性やるっていうそういう無駄な遊びをしたことがある全属性、ここが一番難しかった。耐えるために回復もしなきゃいけないのに回復すると HP 減っちゃうから本当に帰らせる、帰らせる、帰らせる3体とかで行ってなかなか帰ってくれない、あとコミエラやられるし、まあ、なので回復もりもりがやっぱ風はいい。そうですね。でもまあこれもまあダブルエスは用意できます、ね、うん。やっぱヒサルのアタッカーとしての性能が高いんですね。うん、そうここはねちょっとねあのヒサルと水アーク使っちゃってるんで。うん、まあでもあそこ水アークのところ、まあ、風パンダで全部いけるかなちょっと不安なところあります。まあヒパンヒパンダ。あごめんなさいヒパンダごめんなさいヒパンダ。まあ、風パンいたら安定ですけど。だからやっぱ水アークの性能が良すぎる、そうそうこれは。強い。いやここはちょっとあのあんまりね。2キャラ参考にならないんですけど申し訳ないですけど、なんか僕の場合だとそこカリンとか入れてますね。僕のパーティーだとあーまあペルナラカン入れてるからダメだわ、いらねえ。なんか僕アタッカーにヒーフ入れたりしてますよ今この時期に変わったんで、縦割りも入れられるんで。ラスト光っすか、じゃラスト光っすね、はい、ラストこれ光得意って言ってましたっけ。いや光の方がまだマシっすね。マシマシ、はい、まあでもちゃんと全部安定クリア感出てます、ね、素晴らしい。なんかこれ見てるとあイカエルダンジョンって楽に SS いけるんだなみたいな錯覚をこう起こしてしまう。そうですよ。だからここもまあ言ったらあのガチャゲンのキャラはまあ火のあの猿だけなんですけど、あとはもうみんな作れるようなキャラですね。まあ水のフェニックスも普通に取れますし、確かにイフリートもあれなんで、まあ、別にヒサルは使わなくてもいいかなと思いますけど、ヒサルのとこファーとかでも、うん、ファーとかでも全然いい、ね、あ、これ縦割り入らへんやばい。入った入った。やったか。ああもうここね、あのボールデバフが入るか入らないかでスコアめちゃくちゃ変わってくるんです。ここが早い段階についてくれればスコアが伸びるっていう。心なしか抵抗上がってません。あどうなんやろう。なんかこんなにデバフ入らなかったかなってぐらい今日使ってて。敵中が下がったとかはない。ああかもしれないですね。ちょっと割りなりルーン変えちゃったんで。なんか若干ね防御力上がったって書いてますけどね、三属性は、うん、水風は。あそうなの、うん。だから多分それこそ本当に優位属性じゃないとダメージも与えれないし。だから今までのパーティーだと多分絶対見て多分若干スコア下がってます、ね。なるほど。その属性に合わせたパーティーをどれだけちゃんと作れるか。はいはい。ただまあやっぱり属性共通して使えるのはジークですね、うん、いやジークは本当に優秀ですね。これはもう絶対育てた方がいい。あのジークはやっぱり攻撃とクリ率のバフが切れない、うん、これが本当にスコアにつながるので、やっぱ3ターンバフで3ターン CT3 なので、いやこれギリギリかな、いったかな、ギリギリ、いったんじゃないですか。これはギリギリやね。だから光って体力低いんですよね。ね。だから最後削りきれない。これもしかしたら349とかそんな、うん、なんか多分ギリギリ足んないかもしれない。必要な気もせんじゃないですか。あの本当にあと光の異界ダンジョン水イフめちゃくちゃいいので、うん、であの水フェニもやっぱフェニシリーズで基礎攻撃力が900後半オーバーしてくるんで、必ず単体効果力としては強いです。へー、光の異界はね、後半超えてたっけ、光水一回の火力が高いキャラをね選ぶようにしたら、ジークのルーン何って書いてます。ジークのルーンは、闘志2セットの適当です。出た、ハイブリッド型だね。最初始めるんだったらあの迅速元気とかで体力めちゃくちゃ低いので、うん、あの生きられるようにした方がいいですね。ギリ足んなかったパターンかな。まあまあでもうわあとちょっと、あとちょっと、ほんのりちょっとだ。ごめんなさい、渋い。おお、これは使う紅葉の体力、紅葉のが全然 OK。 すげえ、レジェンド出るんですね。すげえ、やっぱジークのルーンが自分のルーン、あ、投資2セット、投資2セットっすね、投資2セット、あと何かってました、まあ、基本的にあのジークってサポートなので投資ルーンが作れてきたら投資で組むのがいいです、ね、であのパーティーの中で一番早く動いてある意味バフをつけていくのが大いので、うん、まあ、ある程度早めに動いた方がいい、うんうんうん、で体力が6255しかない非常にペライキャラなので、うん、まあ偶数番できれば体力積む感じかな。僕は4番繰りだめにしてますけど、あ自分も4番繰りだめですね。なんかジークは正直その最後の、3回目の途中まで生きててくれればあとも死んでもいいんで、
あのバフさえつけてくればもう仕事は早めに終わる、定時退社できる、残り顔を残して去っていく。そう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 。 おすすめのホームンクルス結局どっちですかって聞かれてます。おすすめ、これツッチさんどっちです？自分は今やろうとしてるのは、あの今月ちょっとサボっててまだタワーをやってないので、なるほど、タワーのハードやってないので、うん、ちょっとそこでまず、闇の闇の、どれだ、どこだ、どこだ、アンバランス、そうっす、アンバランス、あ、アンバランス、かわいい、まあちょっとここ、ここ目指してやってみようかなと。アンバランスピンチ、いいなこれスキル。そうですね、逆に僕は光のあの反撃祭りやってみたいなと思うんですよね。あー、一斉ダーッめっちゃ楽しいと思うんですよみんなの反撃みたいな、だってもう異界レイドとかでみんなでワシャーってしてるの、確かに絶対面白いそれ、絶対強いし、あと闇の異界ダンジョンが僕結構苦手なので、うん、闇の異界ダンジョンを本当に安定化させるために、あの光のさっきの全部反撃作ったやつやりたい、ていうか、あとちょっとだったね、あと1時間あればね、高速できたんですけどね。いや、ここはだいぶいろんな情報を教えていただきました、ね、お昼寝しなきゃよかったね、お昼寝しなければお腹いっぱいお昼ご飯食べなければ ね、つっちゃん白茶にコメしてください、庭見体操で。 あの今のつっさんの使ってたキャラのルーンは今2525でコメントするので、もしよかったら見てまたスクショとか撮って、あの記録してもらえたらと思います、はい、はい、うん、いやこれはだいぶアップデート情報も、ね、皆さんに伝えられたんじゃないですか、皆さん。いやー、まだ俺は何も仕事しないけどね情報で今ここで知ってへーとか言ってるからねさっき横で俺知らねえわ仕事してたから知らねえ勉強も、ね、できる、うん、いい番組じゃないですか、これは。いや多分もっといろんな考察が出てきますし、多分異界ダンジョン、多分今トリプルエースは、まあ、ある程度安定的に取れるんですけど、多分ハイスコアアタッカーがまた出てくると思うんで、うん、修正後のハイスコアどうやって出すんだっていうところはまたこれから楽しみだと思います、うん、ね、そしてコメントでも、ね、結構皆さん教えてくれて本当ありがとうございます、うん、本当にスキル助かりましたね、先生検証してくださった方がもうすでにいて、プレイヤー名が知りたいで見に行きたいもうご存知の方かもしれないですね、プレイヤーさんだと思うんだよな、はい、じゃあそこでアップデート情報は以上でよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ということで、皆さん本当にいろんな情報ありがとうございました。ありがとうございました。アップデート情報を、ね、告知するコーナーでございましたが、おっとお時間の方がもうちょっとありますね。なるほどなるほど、喋ってもらいました、うんうん、で、じゃあちょっとここで我がこのサマナーズをラボ、はい、ラボいろんな研究をしてきたもう研究員の皆さんですね、はい、おボーナスを、夏のボーナスを出していこう。おお、所長、所長どうしたんですか。今まで無給でした。周年もね迎えましたし、ここでめでたいみんなでガチャコーナーやりましょう。冒頭でもやってもう一回行く。そう、もう3周年お祭りです。まさかの、一番でこの番組で盛り上がる時といえば、ガチャを引いていいのが出たらみんなうわーっとなる。おー、みんなで幸せになっていくことで、時間をですねここから、もうちょっと時間ありますけども、その時間を作っていければと思いますので、皆さん楽しんでいきましょう。じゃあまずは、一発目、みなゆちゃんから、はい、ぜひねガチャを引いていただき、こんなこともあろうかとね、事前にね iTunes カードをみんな配ってもらってますからね。ちょっと実はもう実現してた。パック買ってないので買いますね。3周年パックがあったので。お、3周年醤油でございます、うん、柿醤油ってことは伝説が 2ですね。おお、おすごい、景気がいい、景気がいい、はい、はい、あドラゴタンもね動きで、もうドラゴタンは前回いっぱい引いたから、うん、ね、ないんですかね。ちょっとあの、はい、もう前に支給しちゃったってことで、ね、ドラゴタンの分はカニさんがなんか今日回したんだよね、もう。ちょっとあれドラゴタンの分かゴミしか出なかった、大丈夫ゴミすっかすかでしたな、すっかすかでした、何も盛り上がった、何も盛り上がった悲しかった、うん、もね、もしね、あの柿醤油をいただいた方いましたら2525チャンネルで一緒に一緒にリアルやな、ね、盛り上がっていただけますと幸いでございます、はい、あ、皆さんマナーモードね、解除してもらって、はい、控えめにやるとね、先ほどのガチャ結果みたいになってしまう可能性があると、カニさんが欲望丸出しでね、カニさんが視聴してくださったので、はいはい、いつでも行けますよ。そう、パック何個だ、もういけるだけ、いけるでも、まあ、任せます、任せます、はい、ボーナスの使い方は皆さんそれぞれです。じゃあ自分は55連と伝説一応回します。ちょっと時間的に、あ、これ一人ずつ行くとどうだ、何個ぐらい買えました、多分50連ぐらいですね、そう、50連、あ、じゃあ、ね、じゃあ2人ずつかな、2人ずつですかね、多分時間的に盛大に行きましょうってコメントもらいました、ね、じゃあ盛大に、盛大に、おー、テーブルが刺さってるのが、はい、あ、じゃあツッチーさんと、はい、じゃあみなりちゃん同時に行きましょうか、はい、行きましょう、行きましょう、お二人ともスタンバイできたら言ってください、画面切り替えてもらいますんで、はい、私は OK です、自分も OK です、あ、じゃあわかりました、じゃあ画面切り替え、はいはい、お願いします、お、ちょうどいい画面割れだ、
おお、めっちゃ見やすい。見やすい見やすい。左が、はい、私です。はい、みなえちゃん。そして、右が、はい、ちのこさん。はい、となっておりますので、もうバチったらもうね、見るぐらいの感じでやっていきます、はい、じゃあもう、行っちゃっていいっすか。どうぞ、はい、じゃあ行きます。ボーナスタイムだー。やばっ。いやー、順号出てほしいな。景気いいなー。あ、マジニコニコ入ってます。早い早い。何？ワンバチ。何ですか？なんだなんだ。天満。あ、天満。欲しい欲しい欲しい。欲望が違う形で。欲望が違う。違うとこ行っちゃったよ。ちょっと全然いかんない。あ、そう、俺ボックス開けないです。いいですね、いいですね。はい。バチ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 。あ、いいな、いいな。めっちゃ走るよ。あー、うっす。うっす。すごい。早い。判断がめちゃくちゃ早いですね。もうね、もう見慣れてるんですよね。なるほどな。ちょっと一回も行かないんだけど。おっと、めちゃくちゃ。なんでよ。みなえちゃん、もう、もう、もう。来た、来た、来た。おー、ドラゴン。ドラゴンだ。なんか、巨人がいる。実装されてた。ドラゴンの映さないように巨人がこう頑張ってますね。ちょっとなんかね、邪魔されました。恨みを買ったようだ。お前、出城がいっぱいあるだろうって怒ってますね。いや、これマジ、一人は出さんとやばいよ。やばいよ。3周年だぞ、みんな。3周年。3周年。所長のボーナスを生かそう。あ、間違えた間違えた、ごめんなさい。所長、バチらないです。いや、もう諦めなければ、出るまで回せば出るんだ。すげえ名言。所長、1バチなんですけど。出るまで回せば出る。出るまで回せば出る。所長がコンビニで、おー、言ってよ。ネオストーン、ネオストーン。あ、ネオストーン、俺が欲しいやつ。おー、おー、そこまた違う形で。あれ、ちょっと待って、今もう20年ぐらいバチってないけど、俺。やばい、もう。どうだ、出てるかな。あと2個。タイミングが悪いのかもしれないですね。頑張れ。諦めたらそこで試合終了だぞ。試合終了、終了。あれー、バチんないよ。あと伝説2枚しかなくなっちゃったよ。あれ、あれ、そんなスッといけるいける。あれあれ、伝説2枚あればいける。そうこう、スッさん見せろ。やっとこい。あー、玉乗り。ハトコ、ハトコ来た。ハトコが来た。ハトコ、お呼び出ない感じですかね。ハトコ、ハトコ、もうみんなハトコ大概6人。あー、バチった。あ、おいいなぁ。使い道としてはもう考えてあるんですか。いや、もう水の一回です。おぉ、来ちゃいましたね。すげぇ、ちょっと。じゃあ、水の一回もいけるし。うん、残りいっちゃいます、残り。うわ、いいな。やったぁ、ちょっと嬉しい。めちゃくちょっと全然、不思議どっち出たん。不思議です、不思議。不思議で。もうびっくりした、また出たかも。俺も一緒も。コボルトバグ。ちょっと待ってくださいね、あと2枚あるよ。おぉ、待って待って。めっちゃ落ちる。落ちるって鬼。あー、ガレオンの方。ナミ。じゃあ伝説。ガレオンナミの方。え、伝説いきますか。すげえ。あ、2人とも伝説。うん。じゃあ同時に。じゃあ、みなえちゃんが2人いきますか。すげえ。せーの。おぉ、贅沢な画面。贅沢な画面だ。あー、マジかよ。あ、あ、ハープ。ハープと。ハープとデスナイト。うわぁ。あれもな、このとこ見たいな。ね、これ、ハープはね、全部ね、結構使えそうな。うん。最後、ラス伝説いきますね。おぉ、今いっちゃうよ。お祈り。いけるいける。ドラゴタン、ドラゴタン、ドラゴタンが。ああ、判定が早い。はい、皆さんもコメント一緒に。ファー、強いんだけどね。いやー、すげー盛り上がりました。まずよかった。おめでとうございます。所長、ボーナスありがとうございます。いや、大ボーナスだね。マジで大ボーナスだね。テシャールめちゃくちゃ欲しい。じゃあちょっとケーブルを、はい、差し替えてもらって。いや、これ土子さん、本当おめでとうございます。いや、本当ありがとうございます。ねえ、ずるいわ。いや、俺いつもね、あの最初のね、初めのガチャあるじゃないですか。俺多分名前入ってないんだなと思ってるんですよ。まだ控えたことないんで。確かに今まだない、ないですかね、まだ。俺2回当たってるんですけどね、何も盛り上がらない。何も盛り上がらない。お二人ともスタンバイは。はい、OK です。OK です。ありがとうございます。いやー、引きたいな。カニさん、今日2度目のチャンス。今日2度目の。これで確かに、あ、カニさん2度目。これはもう出ますから。ねえ。いや、もう天井来てますから。まずママの天井金。あ、でも翔くんも俺は天井がどうのってさっき言ってたけど、天井が本当にあるかどうか知りませんよ。闇深いんだから、このゲーム。闇深い。知ってる知ってる。さあ、行きますか。行きますか。ではお願いします。光闇から。私は光闇から行く。おお。行きます。じゃあ始めていいですか。はい、じゃあ行きますか。左が、左が、左、私、
右がカニさん、はい、はい、じゃあいきます、レディーゴー、いってらっしゃい、はいよ、はいよ、ノーバーチ、ノーバーチ、スカイアーズは結構真剣にいくよ、うん、そうですね、カモン、ダンサー、ダンサー、おー、待ちた、待ちた、それ俺にくれ、チェフィーノ、カビラ、カビラ、カビラ、ゾビラ、ガンガン、ガンガン、よし、当たり当たり、来い、ダンス、ドンサなんだ、なんだ、ホーリーかぶった、うらやましい、お前は人気ねえ、お前じゃない、うらやましい、強い、悲しい、これはね連発しないから一旦置く、一旦置く、一旦置く、じゃあ俺が地味に引いてるんですけどね、いやもう光に、おじゃん、おお、光闇、来い来い来い、どっち、いや、あの普通のやつ、あ、さっきは普通、もうあの光闇ちょっと今遠慮してます、多分ちょっとあのなんか手触れてきた、どっちほど、どっちほど、よし、これ来るやつや、はいはいはい、いいタイミングでぶつけてもいいタイミングで、巨人じゃん、おー、また来るよ、なんだ、かわいい、いらない、かわい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 い、俺にも手下ある、全然バチってるからね、俺にも手下ある、こい、さっきよりバチ率がね、上がってますからね、俺より、俺に手下ある、こい、ガニ目で、ガニ目で、ガニ目、ティアナ、ティアナ、あ、来た、おー、どうぞ、なになに、15なんや、もうシルフィードかよ、シルフィード、判断が本当に早いですね、ソフトクリーム、ソフトクリーム、ここもね、シルフィード見たら大体言ってるから、いや、光豆いいんやけどな、お前、うん、ええ、ね、裏山だな、もうベタも光もおるからな、相変わらず何も盛り上がんねえな、おい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 、私のガチャはな、おいおい、光闇の順4って、あと星のパブロと、なんやろ、もうあと2周ぐらいしかいないんじゃない、なんたる贅沢、なんたる贅沢、お祭りですよ、来い、お祭りを盛り上げに来る、来い、やばい、50連2バチありえる、まだ2回しか待ってないから、50連2バチありえるよ、このペース、ありえる、あと30枚、いや、いけるいけるいける、全然いける、全然あるよ、ちょっとこの顔見て、抜かれてる顔がやばいんやけど、不安でいっぱい、もう無理無理無理、これ今日結構ガチャってるから割ときつい、あメイガー、メイガー強いけどね、メイガー抑えるこないよ、今はお前じゃない、うん、待ってくれ、気合が、気合が、所長、所長、所長、ちょっと待ち、任せろ、ちょっとゴッドハンド、ちょっとこう、あ、運要素を足して、よしよしよし、運要素なんそんなにバッチリもするじゃあ、ねえ、どうで、運要素いきます、よっしゃ、結局よっしゃ、タイちょっと、テシャールの運を開けて、あ、じゃあ俺行こうか、あ、あと3枚行く、あ、ごめんなさい、所長のボーナスやから任せろ、頼む、あー、あった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 、持って、いや、諦めんのかよいや、もう9秒、あー、ダメだー、バッチリないこれは、これは赤、5枚回して待ってなかった、あー、ごめんなさい、また画面がくる、あー、だいぶスタジオは混沌に包まれ始めている、おかしい、テシャール出た、おかしい、おかしい盛り下がってまいりました、いや、俺はテンション上がってるよ、いや、俺、俺、ね、一人勝ちか、ね、俺初めてね、あの様の中で闇以外のものを見てたんですけどね、おっ、順号来い、おっ、なんや、お前かいな、早いよ、さっき見た、さっき見た、俺の庭に来た、もう見た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 、ごめん、50連2バッチありえる、やばい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 、カニさん、あかん、頑張ってくださいよ、このままじゃカニカマさんになっちゃいますよ、頑張ってほしい、マジ、ツッチーから俺は闇の部分を引き受けたかもしれない、完全に、いや、いけるいける、まだいけるよ、まだ参る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 よ、まだ参るよ、カニさん何枚、あと10枚、10枚、これで10枚、10枚だと絶対1回バチりますよ、俺も10枚までいくわ、10回やれば、俺もラスト10枚って思うでしょ、たまらんそうね、って思うでしょ、ねえ、世の中、おお、これ来た、これ来た、これ順号の匂いする、お前、キツオキツオ、キツオさっきいい言ってたよ、使える、使える、使える、このためだけに同志ボックスにめちゃくちゃいるから、同志めっちゃいるから、ボックスに、そんないんの、ほらほらほら、どうして、はい、カニカマさんどうしました、いやー、これはもうバチらへんの、はい、さっきと行こう、ね、ボックスの中身とか入れてる場合じゃないから、よ、ハッグ、あー、ハッグ、おー、バチだ、バチだ、バチだ、お願いします、あー、何これ、まあね、風のピエールでも、ピエール、あ、闇待ち、闇待ち、闇待ち、面白いな、ちょっと待ってくれ、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 終わるぞ、いけるいける、まだいける、まだいける、もう大丈夫、出るまで回せば出るから、もう一回、出るまで回そう、出るまで回せば出るから、お願いします、まだワンチャンス、まだ参る、まだ参るよ、まだ参る、まだ参る、いけるぞ、参るか、参るか、参るか、いける、
あと1バチいける。2K !2K !2K パワーで強いよ。お前じゃないよ。お前じゃない、マジで今お前そこじゃない。ラスト1位さあ、俺もラスト1。はい、いや、ちょっとまだ光目残ってるね。最後の見せ場を作ってくれ。ラス1。トロさん分かってたよ。トロさん分かってたよ。分かってた、まあ、俺ここでラグドール引くって決めてたんで。オッケー、いくぜ。ダッス。リン引けばよ、リン。2体目、2体目。おお、光ミイラだって。名前はお、すごい。ミイラって強くない？誰が200天井や言うたんや。今日で300超えとるぞ。優勝は土の子。ありがとうございます。いや、テサールはありがたいですね、本当に、もう大事に育成したいと思います。テサールめちゃくちゃ嬉しい。まあ、単純にね、 50×4 で、ね、200枚で、まあ、ね、で、まあ250で1体、あ、まあ普通っすね。あ、そうか、俺50引いたもんね。そう、250で1体、250で1体、まあまあ普通か、まあまあ、3周年イベント中とはいえね、やはり確率は変わらず、確率変わらず。これがサマナの闇。光ですよ、光ですよ。前回一致。前回一致。ありがとうございます。はい、あ、やばいわ。ございまして、ね、いいお時間になってまいりました。エンディングのお時間でございます。はい。はい、ということでございまして、じゃ本日もね、皆さん頑張っていただきましたし、感想を伺っていきたいと思いますが、あ、なるほど。じゃまずはドラゴタンから。はい。はい、今日一日どうでしたか。いやー、もうちょっと研究結果を皆さんに発表するのすごいドキドキだったんですけど、ちょっとでも喜んでいただけたみたいでよかったです。あー、楽しかったなー。今日なんかずっとそう、今日暴れてるんだよな。浮かれてる、今日浮かれてる、嬉しくて浮かれドラゴです。はい、ありがとうございました。はい、ドラゴさん、お疲れ様でした。ありがとう。次回も頑張ります。はい、よろしくお願いします。じゃあ続いて、じゃあミネちゃん。はい、本日どうでしたか。今日はですね、アップデート今日なったやつ痛い。そう、それをいろいろ知れてよかったので、まだ作れてないのでね、今後ささっと作っていきたいと思います。ありがとうございました。いや、皆さんありがとうございます。はい、じゃあ続いて、あ、土子さん。はい、はい、土子さんお願いします。いや、やっとね、あのサマナで闇以外の部分を見せれたのかなと。確かに。やってた。ね、あの、やってたよ。出てよかったなと本当思います。初めて。ありがたい。なのでね、もう、あの、異界がはかどるので、あの、ホームクルースを早く作りたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続いて、カリさん。はい、ありがとうございます。2回もガチャ引かしてもらったのに、この低たらく。土の子の闇は引き受けた。はい、ありがとうございました。はい、闇担当、はい、カリさん。そして、ショートさん。皆さん、今回もご視聴いただきありがとうございました。いやー、ガチャはね、あの、毛利が出たんで、ぶっちゃけ言うとかなり大当たり引いてますから、はい、まあ、ガチャは個人的には、まあ、当たりを引けたなと思ってます、まあ、あの、アップデートね、ホムンクルスも入りましたんで、いろんな使い方またお見せできたらなと思いますんで、これからもどうぞよろしくお願いします。ちょっと目死んでない、ちょっと死んでちょっと僕は、ほら、ほら泣きそう、泣きそう。だって今日ガチャずっと滑ってんだもん。あ、でもね、もう、いやでもいい、途中の解説もものすごい分かりやすかったよね。ガチで弾いてるから。ガチで生きてって、ほら、みんなの称賛コメントが来てるから。生きて生きる。待て、カニさんには弾かせないってこと。そんな中でどういうことそうか、わかった。ほんと皆さんありがとうございました。いや、ショートさんありがとうございます。最後、はい、さん感想。いや、もういつ見ても闇は深いんだなと思いつつも、ね、それでもこの闇を楽しんでいけるメンバーで放送ができて本当楽しかったです。はい、ね、また次回もしかしたら僕ね、ドラゴタンと戦う可能性もなきにしもあらずだけど、ね、所長権限で回避する可能性もなきにしもあらず。どうなっていくかはね、また次ね、見ていただければ幸いなんじゃないでしょうか。はい、これから夏いろいろと皆さんも忙しいと思いますけども、ね、その中またね、サマナでも楽しんでいきましょうというところで、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後は真ん中のカメラに手を振ってお別れしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。サマナダウンロードしろよ。